あ、あ、はいじゃあマイク OK ですというわけではい始めますただいまですねえー、12月30日金曜日の分今年年内最後2022年年内最後の「チャコラジ」の収録を今ね公開で Twitter のスペースでやっております 公開収録初めてですね。まあ、あの、ラジオ今聴いてらっしゃる方には <laughs>、普段のラジオと何にも変わりないんですが、一応ですね、えーまあ、今日はゼロ人でもやるぞということで、えー、年末ラジオ公開収録でお送りしております。えー、チャコラジーです。よろしくお願いします。<laughs> でですね、えっと、本日は、まあ、ちょっと今録音聞いてらっしゃる、この収録聞いてらっしゃる方には、あの、あ、そうだったんだっていう手で聞いていただきたいんですけれども、 初めての試みといたしまして、えー、タイムテーブルをちゃんと設けて収録してみよう、時間に合わせて喋ってみようっていう、本当のラジオっぽいことをしてみようっていう手で、えー、今回は2時間、約2時間の内容でお送りしていきたいと思います。通常はですね、雑談会はまあ、長くても1時間ぐらいだったと思うんですけれど、これまでのラジオでもね、今回は2時間、えー、7時から、 21時。<laughs> 違うか。19時から21時まででお送りしておりますが、今はですね、えー、少し早めに収録を開始しておりまして、まあオープニングトークをして、まあ私がちょっと若干今、あ緊張、緊張っていうかなんか普段と違う感じなのでおかしな感じになってるんで、えー、普段のテンションに持っていけるまでの、まあ型慣らしセクションといたしまして、オープニングトーク、えー、喋っていきたいなと思っております。 えーとですね。で、一応、この、えー、公開収録に関しての、なんか、注意書きと言いますか、いうのをね、この間、ツイッターの方にも、えー、タイムテーブルの画像を上げたんですが、そこでですね、ちょっと待ってね、私が自分で自分の注意書きを <laughs> 書いたんですが、どこに行ったかなあ、これこれこれ。 はい。一応アテンションしておきますが、えー、本日のスペース、スピーカーの受け入れ予定はございません。私一人がソロで喋ろうと思います。えー、そして、スペース上のアーカイブは残す予定はありません。これはね、通常のチャコラジの収録用といたしまして公開収録しておりますので、この収録音源は12月30日のチャコラジとして配信いたします。アーカイブは残りません。 で、またですね、えー、天結構。降天っていうのは荒れた天気の方ですね。降天結構っていうことで、えー、本日、まあ、だいたい多分、風弱め。いつもよりは風弱め。なんですが、ちょっとさっきね、ビュービュー吹いてて、なんか外のなんかが <laughs>、カタンカタンってなってる音がね、めっちゃしてたので、途中で風が強くなってきて、すごいノイジーになるかもしれませんが、ちょっと音質的には、えー、まあ、普段からひどい音質なんですけども、<laughs> <laughs> そういうしょうもないノイズが挟まる可能性もありますがちょっとどうにもできないのでその点はご容赦いただきたいと思いますはいというわけで基本的には、まあ、何が起ころうともタイムテーブル通りに進行していきたいと思いますよろしくお願いしますでですね、まあ、一応タイムテーブルを紹介しておきたいんですね今これ収録で普通に聞いてらっしゃる方がほとんどだと思いますので今日のスケジュールどんな風にやっていくかっていうのを口頭で説明いたしますと まず、今喋っております、先ほど説明した、型ならしセクションといたしまして、まあ本題に入る、まあなんか前振りみたいな <laughs>、のがね、20分ぐらいかけてやります。オープニングトークと、あと、このすぐ後に、Spotify まとめ2022っていうやつがあるんですよ。なんかね、Spotify が、2022年の、なんかね、ポッドキャスト各ポッドキャストにつき、その、今年どうでしたよっていうのをまとめてくれるんですよ。データを元に。それを、 音読しようと思います。<laughs> チャコラジ恒例のね、音読するっていう伝統芸能がありますが、それをやりたいと思います。このオープニングトークと、スポティファイまとめの音読が、刀ならしセクションでございます。約20分かけて行います。で、えー、19時から、ここからが本題スタートでございまして、ここからの1時間は、年末っぽいセクションといたしまして、3本、お送りしていきます。1つ目が、フリートーク。 今年の漢字と来年の抱負の発表ということで、まあ毎年12月に今年の漢字ってあの清水らでね、発表してると思いますが、まああれっぽいことと、来年の抱負も発表していきたいなと思います。<laughs> ちょっと噛んでますね。はい。で、えー、2本目、ミニコーナーといたしまして、部活動報告、あ、部活動報告会表彰会っていうのを行います。これ何のことかと申しますと、チャコラジの方では、 これね、チャコラジの方ではっていうのすごい悪い癖だなと思って、ちょっとやめよう。あ,あ、危ない危ない。<laughs> すいません、スマホ落としました。<laughs> すいません。あのね、チャコラジの方ではじゃない。チャコラジではって言った方が絶対いいに決まってるので、ちょっと直します。チャコラジでは。チャコラジでは。<laughs> なんだこの硬い。<laughs> すげえ緊張してる。<laughs> あの、ちょっとざ、ちょっとね、脱線するんだけど、 この間ですね。まあ、後で喋るんですが、あの、ドットへのアドベントカレンダーっていうなんか企画に、応募用の企画に出した、えな、ー、んですか <laughs> ノート記事があるんですけど、まあ、そこでも、チャゴラジー1本やったんですね。だから、前々回違うか。前回か。前回、この年末スペシャルの1本前のラジオ。あれをね、文字起こししたんですよ。 その時にね、すごいなんか周りくどい言い方もめちゃくちゃしてて、チャコラジの方ではとか言っててさ、<laughs> 気持ち悪い言い回しだなと思ったんで、少し直したいなと思って今、すごい気をつけてるんですけど、はい。たどたどしくなったら申し訳ございませんが、で、そのチャコラジでは、普段、何々部、カムナ演劇部とか、陸上部みたいな風に、その、 企画の内容に合わせて部活のタイトルを付けてるんですけれども、その、まあ、部活動が結構今年でできたのでいや、今年始まったんですけどね、チャコラジ。始まったんですけど、もう新しい部活が死ぬほどできてきたので、まあ、それのなんか、えー、報告会みたいなことができたらいいなと思っております。この部活は今年こうでした。みたいなね。と、あと、まあ、全部のエピソードを踏まえての表彰式っていうものをやりたいと思います。<laughs> はい、お楽しみに。そして、 え最後、年末っぽいセクション3本目がもう一度フリートークといたしまして、2022年個人的ビッグニュースっていうものを発表してまいりたいと思います。で、えー、その後8時からの1時間がラジオっぽいセクションといたしまして、こちらも3本お送りしてまいります。1本目がミニコーナー、先生、あのね、あの普段のね、チャコラジ雑談会でやっております、お便り読むコーナー、これをやりたいと思います。あのお便りいただいた方、ありがとうございました。 読ませていただきます。そして、えー、2本目がフリートークスペシャルといたしまして、ここが私の今回の年末スペシャルのメイ,メインと言っても差し支えないと思いますが、えー、トークテーマ設けておりまして、ちょっと今、まだ内緒なんですが、テーマ、〇〇の本会ということで、この〇〇っていうのを後で発表したいと思いますが、これをメインに一人で喋ってみたいと思います。そして3本目がラスト、もう一回ミニコーナーといたしまして、先生、あのね、2、 ということで、ここで初めてスペースのコメント拾いをしてみたいと思います。で、今私も収録始まってるので、今、Twitter の画面はね、もう見てない <laughs> ので、えー、もしスペースが、スペースのコメントがあれば、そこをちょっと拾うかなということですが、まあ基本的に、えー、作業、作業しながら聞き流すのに、えー、いいですよっていうラジオでお送りしてるので、多分、 なんて言うんですかね。コメントつける人がいないんじゃないかなって思うので <laughs>。まあなかったらカットになります。で、エンディングトークっていう風で、まあ2時間ちょっとの内容でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね。さっき言ってた、Spotify まとめ2022ってやつの音読をね、していきたいのです。で、これ何かっていうとね、 去年あったんかな私、ポッドキャストをね、今年から始めてるので、去年この機能があったのかどうかはちょっとわからないんですが、これ、あれですね、アーティストさんでしたら、アーティストバージョンの Spotify まとめっていうのもあるみたいで、あの、いろんなね、メジャーシーンで活躍してらっしゃる Spotify であの、配信とかなさってるアーティストさんも、今年のまとめって言って、11月かなくらいにもえー ツイッターとかで回していらっしゃる方たくさんいたと思うんですけれども。で、それが、ポッドキャストバージョンでもあるみたいで、私もね、12月初めか、11月末ぐらいになんか突然、あの、管理画面にそれが表示されて、なんのこっちゃって思ったんですが、えー、それですね。それを、ちょっと読み上げたいと思います。これ、共有できるかなちょっと今やると時間取りそうなので、 ま、概要欄の方に、この Spotify まとめ。私が今から読み上げるやつ、皆さんもご覧になれるシェアページが確かあったので、後で貼り付けておきますね。なんかね、すごいヌルヌル動くアニメーションと共に発表されるんですけど、すごい、しかもなんか、どぎついカラーリングで、ピンクとかめっちゃ黄緑みたいな感じなんですけど。で、読んでいきますね。Spotify さんがまとめてくれた Spotify まとめでございます。チャコラジのね。 え、あなたのスポティファイまとめが届いています。今すぐチェックということですので、はい、今すぐチェックしてみます。<laughs> はい、ぬるぬる動くアニメーションと共に始まりまして、めっちゃでかいテキストが、2022年は充実した1年でした。リスナーも大喜びですと書いてありまして、はい、次のページに飛びますと、アニメーションうっとうしいな。なんだ。じゃん。 あなたは新しいエピソードを <laughs> 1823分も制作しましたと書いてあります。1823分。これは、えー、社会文化カテゴリーの他のクリエイターよりも96%高い数値ですと書いてあります。私のこのチャコラジは社会文化カテゴリーの中の個人ジャーナルっていうところに一応登録してあるんですね。その中のカテゴリーで、えー、私の <laughs> <laughs> このエピソード群は、他のクリエイターよりも96%高い数値。ちょっと、なんか謎の、あれですけど。まあ、ちょっと多いのかな ?1823 分ですって。はい、制作いたしましたということで <laughs>。で、これね、確かね、その、このまとめが来たのが11月末ぐらいだったので、それからもチャコラジはバンバン投稿してるし、しかもね、一回めっちゃ長いエピソードを、 出したので、3時間超えのやつとかも出してるので <laughs>。えっと、12月の分も足すと、もっと増えてるはずですね。この1823分じゃなくて、多分2000分とか普通にいってると思いますが。はい。まあ今年はそれぐらいコンテンツを作ったよということでございます。はい。ありがとうございます。じゃあ次のページ飛びます。<laughs> めっちゃでかいテキストで、大きな拍手を送りますって書いてあります。ありがとうございます。大きな拍手を送られました。 はい。で、次のページ飛びまして。え最もリスナーの注目を集めたのはどのエピソードか予想してみましょうって書いてありまして、なんかここ選べる3択の選択肢があります。皆さんもちょっと予想してみてください。1つ目。エピソード26、主題歌考察5。ポケットモンスター、アダルト、アラサー vs 現代人。ああ、ありましたね。はい。これか、2つ目。エピソード22、主題歌考察1。 サトシ10歳に学ぶ夢の叶え方、初代オープニング、目指せポケモンマスターの考察ってやつですね。これか、さらに、もっと最初の方、エピソード5、教師とは声、話のプロであることを認識する必要があります。これあれですね、カムナ演劇部のエピソード0ですね。はい、この3択です。ポケットモンスターアダルトか、サトシの目指せポケモンマスターの考察か、 カムナ演劇部のゼロエピソードか。はい。この3択の中で、最もリスナーの注目を集めたのはどのエピソードか。はい。シンキングタイム。3、2、1。<laughs> これ私はわかりますよ。管理画面見てるんで。えー、多分、ポケットモンスター、アダルトですね。はい。押してみましょう。どうだはい。正解です。って出ました。はい。正解です。えー、あなたのエピソード平均より108%多い 再生数を獲得しました。と書いてあります。これね、ちょっと、笑ったんですけど、あの <laughs>、えーとね、管理画面で、そのアナリティクスが見れるんですね。分析データが見れるんですけど <laughs>。で、あの <laughs>、最後まで聞かれてないんだけど、再生数、クリック数が多いやつがね、下ネタが多いんですよ、めちゃくちゃ。これ、ポケットモンスターアダルトってこのタイトルつけてあるのは、その大人になってから聞くと、 えー、刺さるよねっていうポケモンのアニソンを紹介している回なんですけど、だから全然アダルト要素はないわけ。多分、えー、パッと見、なんか18金っぽい要素があるのではないかっていう予想で、これを、その、釣られてね、クリックした方が、お、多かったらしいんですが、だから全然最後まで聞かれてないんですよ、このエピソード。<laughs> で、あとね、他にもね、なんか、あれです。ウィキペディア読む回とか、かな。 あのー、おっぱい記事とか、あのー、あれをね、なんだっけ、ぬ、濡れ、すけ、すけ T シャツ、なんだっけ、ちょっと名前忘れた。なんか、濡れ T シャツコンテストか、あれの記事を読む回とかも、ちょっとタイトルをつってあるんですけど、<laughs> やっぱり釣られた方が多かったらしくって <laughs>。ちょっと再生数多いのが爆笑したんですけど <laughs>、それは Spotify でも同じだったという結果が得られました。はい、皆さんね、やっぱその手の話が好きなんですね。 はい。で、次のページ飛びまーす。あなたのポッドキャストは世界中を旅しています。という風に書いてありまして、さらにアニメーションが続きます。ドン。なんだ。長いなアニメーション。リスナーが最も多かった国は日本です。来年はどこでしょうね。そりゃ、そうだろう。<laughs> こんなに日本語しかサポートしてないポッドキャストねーぞ。はい、次のページ。10月23日から10月29日には嬉しい出来事がありました。 週の平均に比べて124%多くのリスナーを獲得しました。ということで、この時、12、あ、じゃあじゃあ、10月23日から29日。えー、っと、何投稿してたかなちょっと見てみますか。10月下旬そんななんか、何もしてないと思うんだけど。10月下旬のエピソードですか。ちょっと確認しますね。 今ねスペース多分使ってるから重いな。いや、思えばね、結構頑張って更新してきたよね。一時期ね、だいぶ不定期で、なんか1週間に、ってか、ま、毎日あげてる時もあったり、2週間空げちゃったりとかあったんですけど、えー、エピソードの数がねふ、すごい増えてますね。あ、わかった。ポケモンのあれの回かな。ポケモンじゃないかな。あ、でもちょっと違うな あ、でもそうですね。なんかポケモンの由来について、えー、少しだけ3本連続ぐらいで出した回があるんですよ。単発でね。由来回で。それの回が10月26日から30日の間にやってるので、そこでの、えー、リスナーが多かったってことですね。なるほど。やっぱね、ポケモン好きですね、皆さん。はい。えー、Spotify まとめに戻りましょう。次がね、チョコ先生の 放送室過去チャコラジのリスナーはどんな人でしょうほう、どんな人ですかねそんなの出ないだろう、うデータとして。なんだリスナータイプをチェックしています。あなたのリスナーのリ,リスニングタイプは <laughs>、冒険タイプって出ました。えーと、あなたのリスナーは新しいポッドキャストや知られざる名番組を果敢に発掘しています <laughs>。っていう、えー、とタイプのリスナーが、 うちには多かったと。まあそうでしょうね。こんな弱小ポッドキャストを見つけてくる、えー、リスナーさんですから。まあ冒険心が、あれでしょうね。あと、知的好奇心が盛んでしょうね。活発、活発じゃないわ。まあいいや。はい、次。あなたとリスナーには特別なつながりがあるようです。はい。このアニメーションうざいな、マジで。遅いんですよ、表示が。お、お、おこれ結構気になる。あなたの番組が、 トトッップポドキャススに入っているリスナーは9人ですへーえー、とあなたの番組がトップ5ポッドキャストに入っているリスナーが8人であなたの番組は6人のリスナーのポットップポッドキャストですみんなでお,お祝いしましょうへえだから Spotify が集計しているその,その人がねそのリスナーさんがよく聞くポッドキャストが多分 Spotify、えー、のトップ画面に10本並ぶとした時にえー 9人のリスナーのところに、このチャコラジがどっかに入ってると。そういうことですね。はーそんな既得な方が。<laughs> 間違えました。<laughs> はい、そんなにあの、熱心に聞いてくださってる方がね、いらっしゃるということで、大変嬉しく思います。へいや、これがね、このデータを出してるのは、その、いつの時のリスナーの話をってことなんですよ。だから、その、上半期なのか、下半期なのか。 <laughs> すごい前なのか最近なのかによってさ、これ、喜べるのかちょっとわからないんですけど、あの、私もあんまり、こうなんかね、すべて手放して喜ぶタイプ,のじ,ゃタイプじゃないので、疑ってかかるタイプですが、まあでも嬉しい限りです。ありがとうございます。基本的に誰にも聞いてもらえないと思ってやっているところがあるので、一人でもいたらマジかってなるんですよね。えー、次のページがね、着工ラジオ、えー、世界中にシェアしてくれてありがとうございます。 これは誰に対するありがとうございますなんだろう。私が言うならわかるんだけど。スポティファイに言われてもな。そんなあなたにちょっとしたプレゼントをご用意しました。はい。これ読んでるんですよ、私が。スポティファイが出してきた文章を読んでます。え、なにこれ。最後のページ。デザインを選んでリスナーと一緒にお祝いしましょう。あ、これがシェアのページかな。これで多分、リスナーさんにもこのページを見ていただけるんだと思います。なるほどね。 こ,ういうことかはい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 、はい、了解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 ちょっと待ってあ固まったちょなんかね今シェアできないので <laughs> 今シェアできないんかいはいちょっと後で概要欄に貼っときますはいというわけで、えー、Spotify まとめ2022の音読でございましたありがとうございます いやー、やっぱね、コンテンツをいっぱい作ったよって褒められてるのが一番嬉しいかな。1823分ね。いやー、てか、普通の人って他のクリエイターより96%高い数値ですっていうのがあったんですけど、ちょっと、あれなんかな、供給多すぎてキモいよっていう警告なんですかね、これは。スポティファイからの <laughs>。ちょっと後で触れるんですけど、その、えー、っと、まあ、 引くぐらい一般的に見て引くぐらい結構頑張ってたエピソードもいくつかあるので、まあちょっとそれについてキモいよって多分言われてるんだと思うんですけど <laughs>。まあでもこんな感じでチャコラジは1年間成長してまいりましたということで、まあ一応ね、喜ばしいかなと思います。はい。えー、というわけで、まあ一応ね、肩慣らしセクションここまでで終了でございます。では、えー、時刻も 今、19時6分を回りまして、ちょっと6分オーバーしちゃったな。じゃあ、ここから年末っぽいセクションに入っていきたいと思います。まず最初、フリートークからですね。えー、今年の漢字と来年の抱負発表ということでいきたいと思います。今年の1年、えー、今年の漢字何だったっけあれ今年の漢字何だったっけ <laughs> あれ今年何だったっけちょっと待って。どう忘れした 見たのに。今年の漢字。あの、あれね。あのガチの方ね。あの、清水寺の方ね。なんだったっけあ、戦うだ、戦う、戦うでしたね。はい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 。そう。私全然別に今年戦ってないな。えーとね。で、私の今年の漢字はですよ。何かなあのー、この間リ、リスナーさんにね。 点じゃないっていうのを来たんですよ。点ね。あの、私今年ドット絵をすごい描いてたので、その、点です。点じゃないのって来てたんですけど、まあな、それは、まあそれもあるんですけど、1年を総括してるかっていうと微妙なので、どうかなって、今、考えると、うーん、結果的に見て、でもどうかな。うわー 難しいな <laughs>。あの、結果、結果をさ、総括する感じ一文字ってめっちゃむずいね。あの、続けるとかかなって思ったんですけど、でもそれってさ、結果じゃないじゃん。プロセスだもんね。うーん。今年一年か。いや、なんかさ、予定調和にしたくないからさ、あの、即興で考えようと思って、あえて、えっ、ー、と、この収録までに決めてこなかったんですが、なんだろうね、でも。なんかね、 ああ、分かった。決まった。今年1年、2022年の漢字を1文字で表すとね、えー、混沌の根ですね。混ざる混雑の根ですかね。ちょっといい字じゃないんですけど。<laughs> いい字ではないんですけど、あのね、まあ本当に混沌の根です。カオスの根ですね。それはまあ、うん カオスで撮るとちょっといい意味も入ってくるかなと思うんですよ。なんかカオスって私は結構ポジティブな言葉だなと思ってて、その日本的でね。あの、まあご、ごちゃごちゃしてるのが日本のあれだと思うんですけど、そういう意味で、なんかその、ごちゃごちゃでカオスですねっていう意味では良かったのかなって思うんですけど、うーん、一貫してたかっていうと、ちょっと、なんだろう、まあ、ブレてはないと思う。自分の中ではブレてない。むしろ、その、ブレない、 要素が見つかったんで、まあ、後で発表するんですが <laughs>、後で触れるんですが、良かったかなって思うんだけど、多分外から見てると、混沌としてるなって多分思われてたんじゃないかなって思うんで、あえて、まあ、ネガティブな意味も含ませていますが、まあ、どういうことかっていうと、あのね、私今年の最初ら辺まで、あのー、まあ、去年もそうなんですけど、えー、ゲストを呼ぶ動画をね、YouTube の方でかなり、 力を入れてて出してたんですよでゲストっていうのはどういうゲストかというと、こうなんか、まあ、平たく言うとオタク的なね、自分の好きなものにどっぷり使っている、ハマっているものがある方、そういう方をお呼びして、まあ、お友達とかね、あのツイッターで会った方とか、そういう方が多かったんですが、を呼んで、あのひたすら、まあインタビューっていうかあれですけど、まあ、ちょっと対談形式で、あのゆるくざっくりお話しするっていうのをやってたんですけれど、あのですね、その中で、 ワンダンスっていう漫画を不況、不況っていうかね、まあ語りに来てくれた方、ゲストがいたんですが、その方とね、その収録とか全部終わった後に、なんか DM とかで、ね、雑談してる時にね、言われたので結構覚えてるのが、あの、ちゃこちゃんも自分の好きなものの話もっとすればいいのに、みたいなことをすごい言われた覚えがあるんですね。それは別に、 あの、向こうの方も嫌な感じで言ってるわけじゃなくて、そうしたらいいのにね、みたいな感じで喋ってくれたわけなんですよ。で、それを言われたのは、あんまあのね、初めてじゃなくて、他の人にも、何回か、もっとチャコさん自分の好きなものの話、もっとしたらいいじゃんっていう風に、いろんなところでちょこちょこ言われてて、いやでも今ゲストの話聞きたいんだよなっていうターンで、あんまりそれについて考えてこなかったんですけど、それあまりにも言われるから、 なんかね、気づいたんですよね。自分、ずるくないかと思って、この話前どっかでもしただな、どっかの雑談会でしたと思うんですけど、その、あ、去年か、去年のあれか、振り返りの回かなんかでしたのか、だと思うんですけど、えっ、ー、と、人にばっかり、あなたのハマってるもの何ですかって聞くくせに、自分は、じゃあそれぐらい本当に、えー、好きなものの話できるのか、熱を入れて喋れるのか、 っていうのを証明してないなというか。まあ、難しいんですよね。その熱を入れて何かについて、えー、しゃ、喋ら、しゃべろうと思うと難しいんですけど、それを自分はやってないのにゲストにばっかり要求してるのがずるいなってある時気づいたんですよ。で、そこから、ちょっと、うん本当はゲストの話を聞きたいんだけど、要は人の話を私は聞きたいのがメインなんですよ。なんですけど、 自分がそれやってないのに、証明してないのに人に求めるのは、なんか、うーん、やっぱずるい。というか、楽してる。自分だけ楽して人の話ばっかりね、掘り掘り聞いてんのってどうなんて思ったんで、じゃあ、ちょっと、自分で、どれぐらいなんか気持ち悪く喋れるか熱入れて、他の人が弾くぐらい、どんだけ自分が好きなものとか、ハマってきたものの話できるのか、 っていうのを、一回フルで出したらどうなるのかっていうのを、ちょっとやりたいなって思ったので、このチャコラジュの方に今は熱を入れてやっておりまして、もうね、最近ゲストの動画出してないんですよ。もう半年ぐらい出してないはず。あ、一回だけあれかな。編集がた,たまってた、たまってて投稿できなかったやつを、えー、秋ぐらいにね、出したんですけど、あの、ライブのね、感想を喋る。 ゲスト会出したんですけど、それっきりですね。もう新規では撮影は一切してないですね。来年もね、ちょっとや、やるかどうか微妙なんですよ。やりましょうっていうのはお声掛けいただいてるんですけど、ちょっと私の方が今ちょっと <laughs>、ゲストの会はちょっと今ストップしてるんですよって言って、私の方がお断りしてるっていう意味わからない感じにな,なってるんですけど。で、<laughs> まあそういうのもあったので、うーん。 年始からずっと一貫してその態度でいたかっていうとやっぱり微妙なので、えー、混沌の根っていう字が今年の一文字にはなるかなと思います。で、えー、来年の抱負なんですけど <laughs>、ちなみに去年のね、来年の、要は2022年どういう1年にしたいかっていうのも今年の1時で発表したんですが、それはね、クリエイト、想像するの方の そうという字でした。で、それは何だろうな。えー、まあ、そのチャコラジの方もあるんですよ。チャコラ、チャコラジの方ってまた言っちゃった。チャコラジでもあるんですね。自分で語る、そういうコンテンツを作る、クリエイトしていきたいっていう意味も込めて、この字を選んだ。あと、ドット絵ですね。ドット絵とか、その、創作物をたくさん作るっていう意味も確か込めたと思うんですけど、まあ、それをおおむね達成できたのではないか。 作る年では一応あったんじゃないかなって思うんですけど、あの、来年の抱負といたしましては、ちょっとこれはずるいんですけど <laughs>、えー、同じ字でいきたいなと思います。このクリエイトっていう、想像の層っていう字。ただしね、バージョン2ですね。はい。えー、去年はもうただ作る。ただ作れば <laughs>、 それはゴールだっていう風だったんですけど、今年のね、作るっていうのはね、も、ま、う、あ、バージョン2といたしまして、何がレベルアップしているのかっていうと、あのね、まあ、特にラジオ、チャコラジの方で、その、チャコラジで、何ですか、自分の好きなものとかについて、その、まあお題を設けて発表したり、紹介したり、いろいろしてるんですが、あのね、いいとこばっかりを褒めて、 でも、まあ、別にそれはそれでいいんですけど、なんて言うんだろうね。もっと多様な評価の仕方があるだろうっていうのは最近すごく思っていて。まあ、もっと言うとね、なんか一見ネガティブな評価、ネガティブなワードとか、そういうのを使って、えー、いかにそのコンテンツを、うーん、褒められるかっていうとあれですけど、語れるかっていうのはすごい、うん大事かなって思っていて。要はね、すごい何か、 一つの、例えば何でもいいんですけど、じゃあアーティストにしましょうか音楽。音楽やってるアーティストさんを推してる人がいて、どういうとこが好きなのって言った時にね、あ、それだ、それこそさ、あの、えっ、ー、と、レオルさんねああの、シンガーソングライターのレオルさんって方私好きなんですが、で、その、同じく、そのレオルさんを好きな方がゲストに来てくださった回で、 レオルの曲は暗いんだよねっていう話を一回したんですよ。で、暗いと聞くと、すごいやっぱネガティブな印象がね、パッと思い浮かぶと思うんですが、暗いんだけど、それは悪い意味じゃないんだよっていう話がすごい盛り上がったんですけど、そういう話ができる、えー、コンテンツってうーん、やっぱりその悪い、 わ悪いって言うとあれなんだけどな。ちょっとね、語弊を生むな。そう、なんか、ネガティブな印象も伴うようなワードを使って、そのコンテンツを語れるかどうかっていうのは、そのコンテンツを深掘りできるか否かに関わってくると思ったんですよ。なので、なんて言うんだろうな。面白い、え愛、ー、い,いかっこいいとか、えー、そういう褒めやすいワードだけじゃなくて、なんて言うんですかね。 くだらなくて面白いとかもあるじゃないですか。しょうもなくて楽しいとか。その、くだらない、うざい、きもい、下手みたいなものは、えー、うまく使うとアンチにはならないと思うんですね。本当にそれしか言ってないのは、ただの、なんも考えてない、しょうもないアンチなんですけど。<laughs> くだらないという言葉を使って、いかにそのコンテンツを褒められるかっていうのは、すごい、そのコンテンツを、 あのー、本質的に愛しているかどうかの証明に関わってくると思うので、そういう、そういう褒め方で、褒め方っていうかそういう評価の仕方、いろんな評価の仕方で、いろんな側面からそのコンテンツ見て、こういう切り口で見るとくだらないんだよね、でも面白いんだよね、みたいな話ができるかどうかっていうのをやりたいなって思うから、なんか上っ面だけ褒めるのはもうそろそろやめたいなっていうのは思うんですよ。うん。もっとラジオ的にね、なんか他の人が、 切り込まないような切り口で、そのコンテンツの、あの、新しい側面みたいなところを見せていきたいわけ。だからポケモンなんかも、もう擦り倒されてるわけですけど、だから私はあえてその主題歌に、えー、フィーチャーしてみたり、んでしたっけあの、この間なんか虫ポケモンの話とかも <laughs> してましたけど、え、そこみたいなところをバシバシ切り取っていくっていうのをもっと深めたいとは思います。なので、 えー、来年も同じ感じが目標です。その、クリエイトの方の作る、想像するっていう字が目標なんですが、まあそのバージョン2といたしまして、少し掘り下げた、えー、コンテンツの、まあ切り口とか、えー、引き出し方みたいなところを考えていきたいなと思っています。なんか、紹介する面白さがね、の、なんか守備範囲が保守的なのはつまらないなと思いますので、もっと攻めていきたいなと思います。 はい。というわけで、ちょっと長くなっちゃった。ではですね、フリートークこの辺にいたしまして。ちょっとコーヒー飲んでいいですかちょっと喉が痛くなってまいりました。はい。では、でもいいですね。今日風、心配してたけど、今のところね、ビュービュー吹いてないので、収まってくれてます。よかったです。めっちゃ心配してたんですよね、これラジオやる前に。もう今日風ビュービューだったら終わりだなと思って。ちょっと脱線しますけど、あのー、昨日、おとといとかね、やばかった。 たんですよね、今すごいね、うち古い家に住んでるので、諸事情でね、<laughs> とんでもない居住環境に住んでるので、あのー、家がね、えらい揺れるんですよ、風やなんやで。で、停電なんかしょっちゅうですし、すごくラジオとか撮ってるときにさ、<laughs> 停電されたらさ、<laughs> Wi-Fi 切れるんで <laughs>、多分もう、な、なも、何もできなくなっちゃうんですけど、そういうなんかね、リスキーなあれがあるので、 ちょっと時間も日にちも確定させて公開収録するのめっちゃ怖かったんですけど。まあ、でも、たまにはさ、こういう少しピリッとした感じで <laughs>、やらなきゃいけないんじゃないかなと思って。で、今私結構気をつけてるのがね、あのフィラーが出ないように、かなり気を使っています。フィラーっていうのは、えっとーとか、あのー、そうですねー、みたいな、えっとー、あのー、えっとーってやつですね。あれを出さないように、 かなり気をつけてます <laughs>。これもね、来年の目標の一個ではあるんですけど、あの、ああ、あのは言っちゃうなで。この間文字起こししたラジオがあるので、その時に自分の口癖を痛いほど痛感したし、まあラジオになってないけど、カットしてるところもあるんですよ。そのフィラーがひどす、ひどすぎて。カットしたところたくさんあるので。えー、っとって言いそうになったら一呼吸置くとか。 そういうのは、すごい気をつけたいですね。なるべくリスナーに不快な思いをさせないような喋りっていうのは気をつけていきたいと思いますし、その鉛とかいうのも、まあ別に、私以外の人が喋っても、喋ってる時に鉛ってたりするのは別に気にならないんですけど、自分が配信する、自分が作るコンテンツとしてそれは許せないところがあるので、<laughs> 完璧主義がそこで出てるのでうーん、まあしんどくならない範囲で、 気をつけられるところは気をつけていきたい。喋りのクオリティを上げたいと思っています。はい。というわけで、じゃあ次。ミニコーナー行きましょう。部活動報告会表彰式ということで、ちょっと今ね、手袋してるんで、<laughs> 拍手がパフパフ言ってますが。はい。これ何するかっていうと、これ今までやったことないんですが、まあ、あれですね。なんか、総会みたいな。会社とかの総会みたいなやつで、なんか、 今年の報告とかあると思うんですけど、それの部活動バージョンということで、チャコラジでやっている部活動を書く企画のね、えー、コーナーでしたっていうのを少し発表したいと思います。で、まずですね、こ、あの、今年何部ができたのか、何部があるのかをおさらいしてみたいんですが、はい、発足した部活といたしましては、古い順に言うと、最初がカムナ演劇部ですね、この、 企画のこの部活のさらに開項目としてあのウィキペディア読む企画シリーズがありますね。そして次にできたのが多分、えー、バテルナ陸上部かなと思います。これは、まあ今、今んところ走るだけですけど、たまにツイッターで告知して、そのリツイート数とかいいね数、 から走る距離を算出して、リスナーに走らせていただくっていう <laughs>、リスナーに走らせていただくリスナーをフィジカルコーチに招いて運動させていただくという部活です。で、さらに、えー、語れミリシラレビュー部っていうのがありますね。もう、現実にない部活の名前になっちゃったんですが、あの、ミリシラレビューということで、えー、何も知らない、1ミリも知らない作品を持ち出してきて、それを見たり、聞いたり、なんなりしたやつの、まあ、レビューをしていく、感想。 初見の感想みたいなのを述べる回でございます。そして最後がメデロ超限定サブカル部ということで、まあ、個人的にはこれがまあ、チャゴラジー X のメイン企画かなと思ってはいますが、いろんなサブカルという広いジャンルではあるんですけど、こ,こう、局所的にね、私サブカル全部が得意なわけじゃないので、この、この時期のこの作品みたいな、 えー、このジャンルのこのゲームとか、すごい狭い範囲で好きなものがたくさんあるので、それについて、えー、細かいところですが、狭く深くというか、切り取って喋っていく。新しい自分だけの切り口で喋っていくっていう、えー、コンテンツになりますで。この4つですね、今年できたのは。はい。ということで、えーとね、報告といたしましては、 あのね。何個やったかなっていうのは、ちょっと出しておきたいと思うんですよ。私、あれ、ナンバリング、ちょっと待ってね。ナンバリングどこにあるかな。こういうのをちゃんと準備しておけっていうのはね、<laughs> そういうツッコミは、もう本当にそうなんで、大変申し訳ございませんなんですが、あ、あれか、でもあれだ。この間、打て .b が、.eb ができたな。あれもそうなんですが、でねー。 どれぐらいの部活が活動をちゃんとしてるのかっていうことをちょっと出しておきたくて、それがですね、まず、陸上部は2回です。2回しかやってない。えー、なんか、冬の終わり ?3 月かなくらいに1回目をやって、で、この間、えーっと、12月に1本出したので、 陸上部は、はい、2回やりましたね。そして、合計で3キロ走りましたね。<laughs> 初回が、えー、600メートル。で、2回目が2.4キロ走らされてるんで <laughs>。えー、全部で走った距離は合計して3キロになりますね。はい,い。来年はどれぐらい走らされるのか。あるいは雨の日に無事当たった時などは、 あの、売れた手伏せとか、なんか室内でできる運動とかで置き換える可能性がありますので、何をするかわからないんですけど。まあ、来年はね、5、5キロくらい、5キロ、10キロとか、合計して走ったり何な,なりできたらいいなとは思っていますが。えー、そして、ミリシュラレビュー部。これは2回かなこれも2回ぐらいじゃないちょっとね、ミリシュラレビューブはね、もっとやってくいくべきだと思うんだよな。そうだよね。少年のアビス。 ええと、一番最初にワンダンスっていう漫画を紹介して、で、二本目が少年のアビス。これ結構ね、あの、ドラマも確か、実写のドラマも始まってたので、その、あれも、タイミングもあって、いつもより聞いていただいたんですが、そうですね、二回しかやってないね。これはもっと出していくべき。だから、私が1ミリも知らないだけで、えー、本当にめちゃくちゃ有名な、 作品とかもたくさんあるの。私全然ね、あの、サブカル部とか言ってますが、詳しいわけじゃないので、知らない作品鬼のようにあるんですけど、で、それをしかも消化してるんだけど、ラジオにできてないっていうのがいっぱいあるので、うーんと、まあ、ほんと、初見の感想みたいなところを、古い作品とか、まあ、名作と呼ばれてるものでも、こう、今の自分が見てどう感じるのかっていうのはレビューしていった方が面白いかなとは思いますね。もっと活動回数を増やすべきだ。 そして、えー、演劇部。これは死ぬほどやってるんじゃないあ、死ぬほどやってないか。そんなだったね。今んとこですよ。今んとこ、今年最後のやつ、コミケ読んだやつがね、えー、9回ですね。あ、9回しかやってないんだ。うーん。もっと言ってると思ってた。あ、あれか。その、1回読む、あの、時間がね、長いから、多く感じてるだけですね。はい。演劇部の活動回数は9回でした。 まあ、毎回濃い内容でお送りしてますが <laughs>。はい、9回お送りしていて、で、えー、メインとも言えるサブカルブ。超限定サブカルブがですね、何回だ何回だと思います皆さん。はい、ありました。あ、ちょっと待って、今ね、飛行機の音がしてる。ごめんなさいね。サブカルブの合計活動回数が28回でした。わー、すごいですね。 サブカル部できたのも、だって初回がさ、4月とかじゃないとかだと思うんで、結構短期間に、わーってやってるってことではそうだよね。ちょっと待ってね。サブカル部が始まったのがですね、あった。5月だえ ?5 月の20日がエピソード0です。え ?7 ヶ月で、 28本やってるってことすごいね。なるほど、なるほど。てか、あれですね、あのね。鈴宮春日のエンドレス8っていうやつを <laughs>、ほぼ同じエピソードを8本連続で上げた時があるので、あれで結構稼いだな。あれサブカルブなので。ああ、あれで回数稼いじゃったな。っていうのもあるな。すごいな。気持ち悪いな。<laughs> はい、というわけで、ちょっと待ってね。 じゃあ今のが報告といたしまして。でね、表彰したいんですけど、この各部活の活動,活動で特に目立つなっていうものをちょっと表彰式として表彰したいんですが、えー、3部門あります。1つ目、よく頑張ったでしょう。です、えー。よく頑張った部活に贈られる賞なんですが <laughs>。これはね、えー、もう私としては本当によく頑張ったと思います。エピソード、何回ですかあれは。 ついこの間ですが、ちょっと待ってね。ちょっともたついてますが。もたついてるところは全カットしますよ <laughs>。収録では全カットしますが、はい。よく頑張ったでしょう。ノミネートがですね、えー、エピソード68、運動嫌いが 2.4km 走るバテルナ陸上部2ということで、はい、おめでとうございます。 いやー、これはね、聞いていただいたらわかるんですが、もうものすごい汗だくで本気走りをしておりまして、もう絶対走りきれないと思ったんですが、30分ぐらい連続で走ってね、頑張りましたので、この賞を贈ります、自分に。おめでとうございます。はい、続きまして、あとね、2つあります。2つ目の賞が、よく調べたでしょう。よく調べたでしょう。えこちらはですね、2つノミネートさせていただきたいと思います。 一つ目がですね、えっ、ー、と、これ何話から始まってんだエピソード、どれやこれか。はい。エピソード50から51、52、53、54、55もそうかなちょっと待ってね。50、<laughs> 何、何個やってんの ?55、56、57。はい。までのエピソード群です。えー 虫嫌いシリーズですね。こちらは、えー、全部含めてのノミネートになります。おめでとうございます。あのー、私虫が嫌いなんですが、嫌いなんだけど、嫌いということを逆手にとって、虫が出てくるいろんなアニメとか、まあ、映画とか、そういう作品をね、集めて、それを、何ですか初級、中級、上級っていう、こうランクをつけて、 えー、虫克服に役立つであろう作品を述べました。これすごいね、楽しかったんですよね、調べてると。<laughs> この虫の表現はあのリアルでグロいから上級編に入れようとか、あ、これは可愛らしいんで初級ですね、とか、そういうのを割り振ってんのがめっちゃ楽しかったですね。はい、えー。こちらが最初のノミネート。そしてもう一つがですね、結構、今でも聞いてくださってる方が多いんですが、 これは第何話になるんですかえーとですね。かなり初期の方にさせていただきました。ありましたね、えー。エピソード21から28までの人格形成に影響を与えた作品、ポケットモンスターシリーズといたしまして、えー、超限点サブカルブの方でノミネートさせていただきました。おめでとうございます。 はい、実はね、このポケットモンスターシリーズは、まだまだね、第1章が終わったというところでございまして、来年には第2章、次がポケットモンスター劇場版の、えー、考察ですかね、主題歌考察かなもさせていただくと思いますので、ただね、えっと、一部リスナーからですね、面白かったんだけど、あの、負荷が高かったと。要は歌詞の説明、歌詞の考察をしてるので、 あの、知らない歌詞が死ぬほど、しかもラジオですので、口頭で述べられていって、それを頭で処理するのがすごい大変だったっていう意見、あの、悲鳴をいただきましたので、ちょっとそれについては少し工夫がいるなと思ったんで、まああのー、とはいえ濃くできたので、濃いトークができたので面白かったんでいいかなと思うんですけど、ちょっとリスナーへの負荷を考えないとなぁとは思っています。はい。ですがね、まあでもかなり初期に、っていうかこれサブカルブ初の えー、シリーズでしたね、ポケモンシリーズ。いつまでやるんだということで、結構恐怖してたと思うんですが、皆さん。はい。これは、よく、本当によく調べた、100曲ぐらい調べて、なんていうのどういう順番で、どういうくくりで、えー、ラジオにするかっていうのはものすごい考えた半年ぐらい考えたので、最初にやるエピソードだからさ、ちょっとぬるいことやりたくないなと思ったんで、 誰も聞かないとはいえ、自分で納得できるように、こう、カテゴライズしたいし、順番も考えたいなって思ったし、これやろうと思ったら多分、50エピソードとか普通に超えちゃうなって思ったので、その、まあ、とりあえず第一章として、主題歌考察にしようっていうふうで、こう、区切りをつけたんですよ。っていう意味で、よくやりきったなということで、よく調べたでしょう。ノミネートさせていただきます。はい。おめでとうございます。えー、続きまして、最後の、 え、部門がですね、頭おかしいでしょうといたしまして、えー、3つノミネートさせていただきます。えー、まず最初がですね、直近のやつからいこうかな。直近のやつ。エピソード、エピソード67。学校では教えてくれない初めてのコミケ。Wikipedia で半分ぐらいわかるコミケ、今尺物語。ということで、カムナ演劇部9のエピソードですね。おめでとうございます。 え、こちら、何が頭がおかしいかと言いますと、長さですね。はい。総再生時間が3時間1分6秒ということで、はい。お送りしてまいりました。いやー、気持ち悪いですね。あのー、これですね。過去最長でございます。過去最長の収録時間、収録時間じゃないな。え、この、配信される1個のエピソードとして長い、一番長いエピソードになります。はい。収録時間自体はね、5時間ぐらいかかってるんですけど <laughs>。 しかも、日、実はあれね、二日間にわたってるんですね。途中で、えー、日をまたいでますが、まあ、バレないように一応してあるんですけど、<laughs> 本当にきつかった。本当にきつかったですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。で、あの、作業用に聞いていただきたいなって思ってるんですよ、このエピソードはね。あの、演劇部のやつは特に。Wikipedia を読む回は特にそう思ってるので、 あの、暇な人が聞くといいな、でも全部聞いたらキモいだろうなって思ってたんだけど、全部聞いちゃいましたっていうコメントとかもあったりして <laughs>。それはめちゃくちゃ笑ったんですけど、ちょっとそれはね、あとのお便り紹介で発表したいと思いますが。はい。えー、これが一つ目のノミネートで、もう一つが次に古いやつがですね、まあ、これさっきもちょっと名前を出しておりましたが、えー、エピソード31から39までですね。 5億年ボタンとエンドレス8ということで、えー、サブカルブ9ですね。こちらがノミネートです。おめでとうございます。で、これ配信始めた日がですね、7月18日でして、で、ネタバラシをした回が7月27日になりまして、そこまで毎日、えー、更新しました。毎日ですよ。毎日同じ、ほぼ同じエピソードが、 8本連続で更新されて、で、最後にネタバラシ会っていうので、アフタートークを配信しましたが、そのアフタートークの一番最後で、なぜこのラジオをやったのかっていう、まあ、ネタバラシといたしまして、あの、京アニ事件がね、7月18日にあって、まあ、それの、まあ、追悼という意味で、この企画は出しているので、あの、な,なんて言うんだろうな、うまあ <laughs>、 ええとな、なんて言うんだろうなお。お悔やみ申し上げますをすごい暗い感じで言うのはもうね、いいんですよ、個人的には。別にいいんだけどさ、それでやっても。でも私としては、その作品に対してのリスペクトもちゃんと伝えたいなって思うわけ。だから、それをちょっとエンタメ成分を入れたら、ああいう形になったので。いや、これはね、さっきのコミケとはまた違った意味で、もう頭が爆発する。本当に頭が狂うと思う、これ。私、 自分で作っておいてなんなんですけど、もう編集してる時に頭狂いそうになったので <laughs>、もうええわと思って連続で聞いてはないんですけど、まあ、連続で聞いてたリスナーさんはさぞ大混乱されたと思うんですが。で,でもあの、ルヒが好きなんでリスナーさんがね、あの、コメントくださってて、また見たくなりました。ル日見たくなったっていうコメントとかいただいたのですごい嬉しかったんですけど、まあ、作ってよかったなとは思います。はい。で、最後のノミネートがですね、 土初期。超土初期。えー、本当に気持ち悪いな、これも。えー、エピソード7ですね。聞くと死ぬかい。羊と魔物を千匹数えたら狂ったよ。ということで、カムラ演劇部1のエピソードでございます。ノミネートです。えー、こちらもね、今見てちょっと衝撃だったんですけど、えー、チャコラジ始まって7回目でですよ。7回目で、 えー、総再生数が2時間12分10秒のエピソードを私は投稿してるんですね。大変気持ち悪いと思うんですけれども。これもね、あのね、っていうかね、驚きなのがね、今あげた、えー、3つのノミネート作品、えっ、ー、と、コミケとエンドレスエイドと羊千匹数えるやつ、これね、全部めっちゃ長いエピソードなのに <laughs>、ちゃんとね、あの、 視聴継続時間が長いんですよ。つまり、長いエピソードで、こんなに頭がおかしいのにも関わらず、聞く人は聞いてるっていうね、恐ろしい事実があるわけで、私はそれで毎回ア、アナリ、ティクスを見て、やべえな、このリスナーって毎回思ってるんですけど、個人的にはね、もう振り落としたいなと思ってるわけ。<laughs> あの、開始30分とかでも、吐き気を催して、もう聞いてらんねえわっていう風で、あの、 停止ボタンを押させるっていうのが私のニヤニヤするポイントだったりするんですが、で、最後まで聞いたモサが、まあ、一年に一人いたらいいわとは思ってたんですけど、聞いてる人結構おるわと思って、かなり衝撃だったんですが、まあでも、こういう頭のおかしさも、あの、私得意なのでね、このタイプの、あの、カオス系は、得意なので、来年も、ぜひ、何、この耐久系のコンテンツ出していくと思いますので、ぜひ、あの、 インターネット強者の方はついてきてください <laughs>。あ、作業用に聞いてるとね、意外とすぐ終わるのかもしれないんですけど。いや、でもね、BGM ないから結構きついと思うんですよ。なのによく聞くなと思って。はい。いや、訓練されてますね、皆さんちょ。私も負けないように頑張らないと、まあ。来年もよりおかしい、あの、コンテンツ出していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上。えー、部活動報告会表彰式でございました。ありがとうございます。 ええとね、このコーナー10分で終わるはずだったんですけど、なんかね、20分くらい喋ってるのは全然ダメですね。はい、じゃあ残りの枠で年末っぽいセクションの最後、フリートークやってまいりたいと思います。このフリートークがですね、2022年、個人的ビッグニュースということで、ちょっとこれね、話し出すとね、めっちゃ長いんだよね。30分くらい行きそうなんだけど。まあお付き合いください。<laughs> 多分ね、あの、スペースのコメントはついてないと思うので、えー、その分時間が長く取れるかな。 じゃあですね、個人的ビッグニュースといたしまして、まあ主にあれですね、私が、まあ自分のプライベートの話っていうよりは、自分のなんだろうな、摂取してきたコンテンツとか、そのコンテンツとの向き合い方みたいな話になってくるんですが、ちょっと待ってくださいね。えーとね。はい。で、 まずね、どうしようかな。まあ、会った順に喋るよりも、あの、一つ、ほんと大事件があったので、個人的に。そこからやった方がいいかな。私の、えーと、今年の、なんて言うんですかね、あれはもう、ビッグニュースとかよりも、もう事件、<laughs> 結構価値観がひっくり返る。自分の中の、あれが、アイデンティティがひっくり返るぐらい大きな、 出来事だったのがですね、えー、あるノートを書いたことでして、ノート記事一本書いたんですが、それがですね、自己紹介記事を書いたんですよ。新しくしたんです。でま今までにもその自己紹介用の記事あったんですが、それをもう下書きに一旦下げて、戻して、今公開しているものを新しく書いた。で、うんと、それがですね、10月とか11月とかだったかな、に書いたんですけど、 あのね、かなり衝撃でした。自分がやってきたこと、今自分がやってること、そのさっきさ、あの、混沌の根っていうのを出したと思うんですけど、今年一時の漢字でね、今年の漢字一文字か、で出したと思うんですけど、そ、それぐらい自分でも、その、自分のなんか惹かれるものとか、魅力的に感じるもの、やりたいっていう情熱を捧げたいと思うものに対しての、その共通項が、 自分であんまり見えてなくてア、アイデンティティクライシスじゃないですけど、自分ってなんだみたいな、あの学生みたいな、なんか、感じだったんですね、ずっと。なんでこんなことやってるんだろうな、とか、思ってたんですけど、それがある言葉で全部集約されてしまったんですね。で、そのある言葉っていうのが、二次創作の奴隷っていうことです。 ま二次創作と書いてファンアートと読んでもいいんですがまあ二次創作の奴隷っていうのが一番あの字面としてはねインパクトが強いのでそれを使ってるんですがでね要は自分のやってることが全て二次創作だったんだっていうことに気づいたっていう話ですね早い話がえー、例えばその最初に言ってましたがそのゲストに ゲストに誰か来てもらって自分の好きなものの話をしていただく。まあそれもゲスト側の二次創作であるし。で、<laughs> それも何かオリジナル、何か原作があってその話が初めてできるっていう意味で自分は奴隷だなって思うんですね。なんか、完全にオリジナルの話を何かトークとして持ってきて、それについて誰かと喋るっていうのは多分できないと思いますし、 で、それはそのゲストじゃなくて、まあ、自分が今、チャコラジでやってる、一人で喋るものでも全く同じで、ポケモンとか、春日とか、何ですかまあ、なんかの漫画とか、曲とか、そういう一つ、一時創作、原作、原点があって、そこから新しい切り口を自分で作る。それはできるんですよ。そういう創作の仕方はできるんですが、あの、それ以外は絶対にできない。 だから、その、何か原作があるものに自分が精神としてこう、縛られているって言ったらあれですけど、まあそれに常にひっ、ひっついている。キングのフみたいにくっついてないと何かを作ることはできないんだなっていうことを初めて自覚したんですよ。あ、ごめんなさい飛行。飛行機が通ってますが。で、ただそれはね、あのー、まあ奴隷って言うとちょっとすごいネガティブであの、パンチのある言葉なんですが、それは私は結構ユーモラスに、 使っている奴隷っていうね、言葉のニュアンスとして使っていて。うーん。なんかどう頑張ってもね、ヒレ伏しちゃうんですよね二次。二次創作という行動でしか何か創作ができないんだっていう。どう頑張っても奴隷っていうところに落ち着いちゃうんだよね、みたいな、あの、自分の精神性を見つけてしまったので、結構なんかしっくりきたというか。 自分のやりたいこと全部が二次創作でまとめられるんだなってことが分かったので、自分が何者なのかっていうことがちょっと見えてきたなっていうところで落ち着いたのはあります。で、えーと、だからすべてそうなんですよ。YouTube もそうだし、ポッドキャストもそうだし、で、後で説明するドット絵これも創作ですね。なので、その自分のやることがドット絵だとしても、あ、これも二次創作の一環だ。今日、 更新するのはラジオだけど、これも二次創作の一環だ。で、たまに YouTube 動画投稿するんですが、それも二次創作の一環だって思うと、あ、自分のやること良かった全部一貫性あったんだと思って。あの、なんかバラバラのことをしてるなって思ってた自分が、い、一本の糸で本当は繋がってたんだよっていう、その糸がね、見つかったのがすごく今年のあった出来事としては本当に大きかったです。 だから楽になりました、自分で生きていくのが。私、生きづらい人間だなってすごく思ってましたし、まあ今,今もそれはあるんですけど、なんかね、何をとってもね、こう、えー、な、なんて、なんて言うんだっけ、マイノリティか。マイノリティ少数派だなって思っていて、そういう自分がすごく苦しかったですし、なかなかね、人に言いにくい。これが好きなんだよっていうのが、なかなか言いにくい、えー、メンタルがあるので。 そう,いう人のそういう人の痛みもすごくわかるんですけれども、まあ、とにかくそれがあったので、うん、生きづらさはあったけど、今年のそのノート記事を1個書けた。で、自分の一貫性が発見できて、その生きづらさが少し軽くなったし、まあ、なんか逆にユーモアに消化してやろうかっていうぐらいの気概ができたので、すごくそれは大きいです。ただもっと早く見つけられたらよかったなと思います。だって、 そのノート記事書いたのマジで、もう下半期入ってからなので、あのー、まあ私もね、その時間かかる人間なので、まあしょうがないんですけど、まあちょっとずつ、うん、自分の軸、活動の軸みたいなものがちゃんとその奴隷的なメンタルで今後やっていけたらなとは思いますが、まあでも良かったです。でね、まあ、 残りのね、ビッグニュースはその、奴隷的な視点でもう全部説明できるんですよ。奴隷目線で、二次創作の奴隷目線でこれ良かったな、みたいな <laughs>。ので全部説明できるんですけど。例えばね、まあ奴隷なんで、えー、一次創作を摂取して、あの、良かったなーって感想を言いまくってたらそれも二次創作だと思うんですけど、そのなんか、インプットをいっぱいしたなーってのは、個人的にはありました。で、自分的、あ、ごめんなさい。 自主的にインプットに走ったものと、人からおすすめしてもらって、要は布教していただいて、それに当たったっていうのが大きく分けてあって、で、まず最初にね、布教していただいたものから言うとね、だから、まあ、最初のそのゲスト動画で、撮るに当たって、とか、あとお便り、おりいただいて、おすすめしてもらったものがね、ええとね、まずね、YouTube コメントでね、 一時期ねあれは去年からかすごい喋ってた人が1人いてあの下野紘さんっていうあの声優の方がんえっ、ー、となんだあれ「えー、と鬼滅の善逸」とか、えー、あと「進撃の巨人」のコニーとかあの辺の声優さんや,やってらっしゃる方がいるんですがその下野さんが好きな方とめっちゃコメントでおしゃべりしててその人がねすごい下野さん関連の,あの作品をめっちゃ教えてくれてそれを死ぬほど摂取したな。 いろんなジャンル、アフリカのサラリーマンっていう、なんか、ゆるい、なんか、動物がサラリーマンしてる世界の、あの、お話とかね <laughs>。あと、バカとテストと召喚獣っていう、あれ、ラノベなのかな原作のアニメとか。なんかいろいろ教えていただいて、その辺も摂取しました。あと、あれ、あれ見た歌プリ。歌プリも、あれ、島野さんやってるんですよね。ちょっと背の低い、あの、元気なキャラクターなんですけど、あの、初めて見たわ。 あの、歌プリシリーズを。で、それ摂取するにあたって全部見たもん。あの、あれ ?4 期か5期ぐらいまであるんですけど、全部見たわ。普段、摂取しない作品のジャンルなんですけど、そういうなんか、えっ、ー、と、アイドル系とかね、なんですけど、そういうの見ないので、教えていただいて初めて、あの、摂取したというか。 初めて食べる味だったので、ああ、こういうアニメもあるんだなぁって思って、結構新鮮で面白かったんですけど。っていうのもあったりね。あと、えー、ゲストさんに、ゲストに教えていただいたやつだと、そのワンダンスっていうダンスの、えー、高校生がダンスやる漫画と、少年のアビス。これもちょっと、なんか胸くそ展開、結構暗い作品なんですけども。<laughs> えー、この二つをね、しっかり、 布教してもらって、えー、ここはちゃんと漫画で摂取しましたね。はい。そう,そうそうそう。あ、これさっき言うの忘れた。しまった。私、部活動報告会でさ、あの、カンパのさ、額をさ、報告しなきゃって思ったんだけど、ちょっと今挟んでいいワンダンスで思い出したわ。で、このワンダンスのね、漫画はね、実はそのカンパで完全に、7巻分。 ワンダンスの漫画を7巻分全部カンパ代、不況、不況代として、不況代不況の、なんだなんだ、えっ、ー、と、予習代か。予習代としてカンパしていただきまして、ちょっと全部のカンパの額を言いますわ。忘れてた。ごめんなさい。えっ、ー、とね、ワンダンスが4070円。不況 <laughs> して、不況じゃない。えっ、ー、と、カンパしていただきました。ありがとうございました。で、それが3月で、4月に、 えーっとね、2500円いただきましたね。で、このお金で、あれです。カムラ演劇部で使ってるカウンターと、あともう一個ストップウォッチがあるんですけど、それを買わせていただきました。もう大活躍しております。で、7月に、これはちょっといつかどっかで使ってくれって言われて、まだ使ってないんですけど、えー、1000円完売いただきまして、合計いくら ?6、7、7570円いただいたのかな。で、えーと、今残高が1712円。 ございまして、これは、あの、まだ、使い道、あの、未決定なので、使わずにプールしてあります。大事に取ってあります。あの、自分のお金として使ってはないので、ちゃんと部活の、えー、活動費用として貯めさせていただいております。本当にありがとうございました。ごめんなさい、さっき言えばよかったんですけど、ちょっと突然ここにぶっこんでしまいましたが。そうなんですよ、リスナーさんにめっちゃカンパしていただいて、えー、自分の作品を布教する、してくれるっていう方も、 いますし、あとなんか部活で使うもの買ってね、とか、いう風でお金いただいたりしてて、本当にありがとうございます。いや、こういう風でなんかこう、お金をね、投げていただくと、新しい作品とか見るのに使ったりもできるので、で、それがまたそのラジオの,かかの感想を言ったりね、あのコンテンツとしてまた帰って行きますので、っていうのがまた来年もできたらいいなとは思っておりますが、で、えっとね、その、 ええとね、少年のアビス、そう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 。あと、でもね、教えてもらったけど、なかなか見れてないやつとかもあって、青野くんに触れたいから死にたいっていう漫画作品もあるんですって。これもお便りで教えていただいたんですけど、これはまだね、摂取できてないわ。っていうのがあるね。なんか他にも、去年もなんか、えー、ブルーピュー、ブルーピューで早く読めとか <laughs>、すごい言われたんですけど <laughs>。読んでないっすね。でも、あの、私はね、ほんと今お金がないので、 あのー、予習台もセットでいただいたら優先して、あの、読みます。で、なんか、あの、機会があったり、えー、漫画喫茶が併設されている、なんかスーパーセントみたいなとこに行ったりしたら、あのー、読んでるんですけど、なかなかね、ペースが遅いので、あのー、余裕のある方は、一緒に予習台とセットで布教していただくと、もうすぐに読み、読んだり、買ったりしますので、はい、よろしくお願いします。 たかるなっつってんのにね。まあまあ自分の、あの、今はね、緩いペースでいきたいと思います。はいはい。で、あとね、今のが、その、誰かに布教していただいたもので、履修したやつで、自分で摂取したやつがね、あの、唯一今、私がお金払ってるやつがね、D アニメ。 D アニメだけ課金してるんですよ。月300何ぼで。これだけは、あの、ちょっと家族の了承を得て、あの、これだけは許してくれっていうので、唯一サブ、サブスクで課金してるわ。で、えっ、ー、と、アニメ結構見たんですけど、まず、えー、ゴールデンカムイ。これは漫画は全部読みました。珍しく。キンカム読んでアニメも全部見て、あとね、あとは古い作品ばっかなんですけど、えー、学校暮らし。 学校暮らしってあの、ちょっとあの、<laughs> ちょっと言いませんが、いろいろ。まあ、思うところがあるので <laughs>。これね、実はね、来年の予習も入ってるんですよ。来年やりたい新しい企画の、新しい企画に関わる、えー、作品群を見ていて、それの中の一つが学校暮らしっていう作品です。知らない方はね、いいんですよ。あの、来年のテーマを楽しみにしといてください。いつか出てきますから。で、同じくその来年やりたいテーマの一つの勉強として、 アナザー。英語でアナザーというアニメ作品。まあ、これも元は漫画です。そして、あと、エルフェンリート。カタカナでエルフェンリート。これもアニメを見ました。はい。まあ、ちょっと、全部作品これ知ってる方は、どういうテーマの予習をしてるのかが、なんとなくわかると思うんですけど、まあ、言いませんが。この辺を見ました。はい。大変面白く <laughs>。大変面白くてね。 <laughs> これはマジで紹介しがいがあるなと思って、もう楽しみだなと思うんですけど、まあ来年のね、夏以降をお楽しみにしておいていただけたらと思うんですけど。まあそういう手で、あの、いつか、そのサブカルブでとりあえず使いたいなっていう作品を一気見するっていうのはかなり、えー、やってるのでね、日頃から。はい、それの勉強をね、結構しました。と、あと、<laughs> ポケモンの新無印を全話を見ました。 えー、新無印っていうのはあの、ポケットモンスター、アドバンスジェネレーションとかの、その、副題が付いてないやつね。今放送してるやつ。で、あの、サトシとゴーという、もう一人、ダブル主人公でやってるのが、えー、新無印っていうシリーズなんですが、ポケモン来年で、あの、終わるらしいですね、サトシの冒険がね。もう大ショックなんですけど。まあ、えっ、ー、と、そのために見たわけではなくて、あの、ポケモンのね、主題歌考察をするにあたって、 まあ最新版も知っておいた方がいいだろうっていうことで、一応全部アニメを見ましたね。面白かったですね。なんか食わず嫌いで見ないのもったいないなと思いました。サトシはサトシだから、なんかダブル主人公を許せないとか、えー、初代のポケモンのデザインがやっぱ一番だよね。最近のポケモンはダメだよねとか、そういううがった目で見るのはやっぱりね、良くない。本当に良くないと思った。だって今のアニメーターだって頑張ってるもん。 今のちびっ子はさ、今のサトシを見て育ってるわけじゃんアローラの日焼けしたサトシもサトシだし、あの、今のダブル主人公のサトシもサトシなわけじゃないですか。なんか、それをさ、食わず嫌いで見ないっていうのは、じゃあそれは、えっ、ー、と、本当に私が土書記に見てたポケモンを否定されるのと同じだよそれって、どんな気持ちになるっていう話でね。なんかさ、じゃあより好みあんまりしたくないなと思うので、やっぱ、 より好みするなら、摂取してから、せめて見てから言えって思うので、私はとりあえず見,見ようと思って、あの、好みには関係なく、見ました。結果良かったです。見て良かったです。で、あとは、あとね、お邪魔女ドレミの全話見ました。えー5、5期まであるんですけど、5期あって、1クール、1クールじゃない、1期2クールあるんですよ。大体。え違うか ん違うかん一期四クールか一年やってんだから。一年やってるアニメを5期分、5年分見ましたね。えぐかったですけど、見ました。あの、コロナになったんで、確かその時に見たから。<laughs> 暇だった時期に見ましたね。いやこれもね、お邪魔ぞどれみもね、いつかやりたいんですよ。死ぬほど喋りたいことがあるけど、今切り口を探してます。普通に紹介しても面白くないんで。はい、それの勉強をしました。と、 ええとね、あと気づいたら、この制作会社で固まってたなっていうのが、クローバーワークスさんの作品が多かったですね。ええー、と、っていうのが、D アニメの、なんか、もうちょっとで配信終了になりますよっていう作品が、お知らせが来るんですけど、それの中に、約束のネバ,ーネバーランドの2期、2期の配信が終わりますよっていう通知がこの間来てたので、あのー、 役名はね、見たことなかったんですよ、正直。もう超有名なのにね。で、えー、一期二期全部見て、もうハマりまくって、三周しちゃいました。気 <laughs> もすぎますね。えっ、ー、と、ただ、二期に関しては、あの、原作と展開が後半違うんですって。だから、その上、それは知った上で見なきゃなと思ったんで、えっ、ー、と、これが、 原作ではないなっていうのはちゃんと分かった上で見たんですけど、でも、え、絵が本当に素晴らしくて、ちょっと、役もう、ネバについてもさ、あの、ミリシラレビュー部で喋ろうかな、ちょっと悩んだところはあるんですけど、なんか、絵が良かった。あの、作画がすごいね、走る描写がすごい多いんですけど、約,約束のネバーランドって。なんか、逃げるんですよ。逃げる描写が、特に2期は多かったな。 走る描写がすごい良かったね。一人一人さ、キャラクターによって走り方が全然違って、それが私でも分かるんですよ、素人でも。もうすごいなと思って。えーっとね、あと、あれですね、あの、スパイファミリー。はい、今やってます。いやいや、やってましたが、に、2期決定ね、おめでとうございます。あの、あれもね、気づいたら、おいお、クローバーワークスやんけっていうので、良かったですね。あれこれもそうだっけ先輩がうざい後輩の話。あれこれクローバーワークスだっけ 違ったっけあのー、これも見ました。ツイッターの方の漫画も全部見て、アニメも全部見た。もう良かったね。素晴らしい。いやなんか、ほんと最近の作品、私はあんまり摂取しない派な、摂取しないというか、疎いんですけど、まあなんかでも気になった作品を、えーと、後回しにせずに見れたのは良かったですね、いっぱい。はい。まあ、その、履修関連ではそんなもんで、ちょもうちょっと続くんですけど。 あとね、えっ、ー、と、個人的に追いかけてたコンテンツ、ネットコンテンツとしては、えー、ゆる学とハウスっていうのがありまして、ちょっとごめんなさいね、込み入った話なんですけど、もともと、ポッドキャストと YouTube で、ゆる言語学ラジオっていうのがあるんですけど、そっちをもうずーっと見たり聞いたりしてて、結構、あの、ヘビロテしてる作業の時にすごい聞いてるんですけど、で、そのゆるが、そうそう、ゆる言語学、 ラジオの、なんかフランチャイズ版を作ろうということで、ゆるまるまる学ラジオを作るためのオーディション番組として、えー、あの、テラスハウスの、あの、パクリ、いえいえ、オマージュですね。はい、オマージュといたしまして、ゆる学徒ハウス、あの、学とね。学術の学に生徒のとで、ゆる学徒を募集して、そのオーディションを、えー、YouTube でやろうよ。ということで、えー、そのなんか、テラスハウスっぽく編集した、 コンテンツがあったんですけど、それを摂取してましたね。10人のオーディションをね、やるんですけどあのれ、恋愛リアリティショーじゃなくて、ラジオ番組が誕生するためのリアリティショーということで、基本的になんか、何々学、何々,何々,何々学が得意な方が10人集まって、その人たちの、まあ、トークをね、楽しむコンテンツなんですが、そのオーディションの様がね、結構面白くて、大変楽しく見させていただきました。 主催でね、その、ゆる学徒ハウスの総支配人をやってらっしゃるね、堀本さんっていう方がいらっしゃるんですけど、堀本健さんね。堀本健さんが私大好きなので、あの、いや、面白い企画よく考えるなと思って、もう、その、オーディションの審査をね、堀本さんをやってるんですけど、その、審査のためにさ、2泊3日かけて、 そのオーディションはやってたんですけど、もう一睡もしてないわけ。<laughs> どんどん寝不足でさ、あの目の下にクマができていく様をね、楽しみながら、まあ見させていただけましたけど、本当にお疲れ様でしたとしか言いようがなくて。でね、結構感動したのが、あの、一番最後かな、オーディションの中の一番最後で、その、 オーディションに参加している人たちももちろん受かりたいから、受かったらね、自分たちのラジオの番組が誕生するんですよ。そのために来てるので,で、そのパーソナリティの皆さんは本当に真剣にやってるんですけど、堀本さんが途中で葉っぱをかけるんですね、皆さんに。なんか、今のトークは正直、まあレベルは高いんだけど、リスナーへの配慮が足りませんとか、なんか、学校の先生ばりにちょっと、 お尻を叩くシーンがあって、で、ちょっとずつその要求レベルが上がっていくんですが、最終日にね、堀本さんが、その皆さんに、パーソナリティに求めた言葉が、求めた、えー、クオリティがあって、それ何かっていうと、ドライブ感、これを、えー、出してほしいと。なんか、なんていうんですかね。えっ、ー、と、予定調はなしで、 じゃあもうこの人とこの人でラジオ今からすぐ即興ではいやってくださいって言って、え即興で組んだ人と一緒にラジオをやったりしてたんですけど、その時に、えーあらかじめ台本を伝え合ってこういう風に喋りましょうねって言うんじゃなくて、えその時のこのアドリブでいかに面白い話ができるかとか、あの、いうのがやっぱり本家のゆる言語学ラジオでもそういう回の方が面白い。 ので、えー、それを目指して、それが自然にできた方が、絶対リスナーも本人たちも面白いから、そこができるように頑張ってほしいっていうのを言ってたので。で、それをね、一番最後に求めるっていうのがすごい熱いなって思って私はね、見てて。あのー、要は、それが一番難しいってことなんですよ。ラジオをやる上で。私は、そのゆるがくとハウスを見ながら、 一クリエイターとして見てるので、そのラジオってどこがどう大変なのかなっていう目線でも見てたんですけど、やっぱり、あの、アドリブ感と、あと楽しみながらそれができるかどうかっていうのが一番難しいんだな。よく簡単に言うけどさ、あの、楽しいことをやれとか、楽しいこと見つけなよってよく言うけど、楽しいってことが一番難しいんだなってのをすごい痛感したんですよ、その、堀本さんのディレクションを聞いていてね。 その時に私よく思い出す、そういう話を聞くとよく思い出す曲があって。あの、夜遊びの群青っていう曲、2年ぐらい前の曲ですかありますけど。あれってね、クリエイトをする時の曲だと私は撮っていて、なんか、海の苦しみクリエイターの海の苦しみと、えっ、ー、と、なんか山場を越えたら、あとはランナーズハイみたいになって、あとは楽しむだけだって。 っていうようなメッセージが、まあメインかなって思ってるんですが、その楽しむだけだにたどり着くまでのうよ曲折が、そのゆるガクトハウスの中でもよく見えて、その苦悩がね、で、その苦しんだ後に、最後はもう楽しむだけだよっていうところを提示する堀本さん。これがもう YOASOBI の群青の、えー、曲のメッセージとすごい被ってきて、私は目頭がかなり熱くなりました。素晴らしいコンテンツだと思いましたね。 なんかあのまあ、いろんなコンテンツありますけど世の中にもねこんな,なんかあの真に迫るというか何かを作って誰かを楽しませるっていうこのエンタメに真剣に向き合う、えー、人たちの群像劇みたいなものを追いかけられたのはすごく面白かったなっていうのは本当にありますね素晴らしいコンテンツですあのまたリンク貼っとくので気になる方見てみてください 新しいラジオもね、実際誕生してるので、私はそっちも追いかけなきゃなと思ってるんですけど。<music> えーとね、あとね、その感動したコンテンツって結構あって、あのね、今年一番良かったなっていうね、ネット記事がね。えー、おもころっていう、あの、インターネットのサイトがあるんですけど、まあ、YouTube とかもあるんですが、それのね、ネット記事の方で、ミクノシンさん、ひらがなでミクノシン、 さんっていう方と、かまどさん、ひらがなでかまどさんっていう方がね、や、あの、二人で、二人で作った。まあ、メインはミクノシンさんかな。ミクノシンさんの、走れメロスを読む。人生で初めて読むっていう、なんか、レビュー記事っていうんですかがね、すっごい良かった。泣いたもん、私、ガチで。これすごいなーってなって。 いやー今年1でしたね。もう、これはね、読んでほしい。あの、走れメロスを、てか、あのね、読書嫌いだと思ってたんですよ。ミクノシンさんが。読書、読書が嫌いで、まあ、実際に嫌いだったんですけど、僕は読めないと。本なんか読めないと思ってたんだけど、えー、その、その、 メロスの読書に付き合ってくれたかまどさんっていう存在がね、すごくいいファシリテーターになっていて、いうか,なんか相談役として大変いい立ち位置をとってらっしゃって、そのかまどさんのなんか助言とか、ちょっと声かけとかがあって、ミクノシンさんの読書がものすごい加速していくんです。素晴らしい読書体験を一緒に我々も追体験できる。その、えっと、ミクノシンさんの初めての読書体験に立ち会えるという、そういう え、コンテンツですね。読み物コンテンツですが、大変面白くて、ま、画像も多いしね。あの、ツッコミみたいな、え、のもたくさんあってね。すごいね、ネタもいっぱいあるし、あの、一個のコンテンツとしても大変面白いし。で、ミクノシンさんの感性も素晴らしいし、もういろんな良さがね、相まって、もう本当に。 かなりあれじゃなかったかな。おもころの中でも反響の、今年反響がかなり大きかった記事だと思いますが。はい。これおすすめですね。本当に良かった。あともう一個ね。えっ、ー、と、これはちょっと、えー、込み入った。少し入り込んできそうなあれですが、文脈なんですが、あのね、もう一個も、もう一個感動したのもネット記事。きネット記事っていうか、まあ個人のノートの記事ですね。で、これはね、私が、 えー、年末に出した、前回、うん、前回のラジオで出した、あの、ドット絵カレンダー、ドット絵のアドベントカレンダーっていう企画に私が参加したんですが、そのアドベントカレンダーの、えー、記事の中の一つでね、竹内さんという方が出して、か、書いてた記事。えー、とね、15万字だったっけな ?15 万字すんごい分量の記事があるんですけど、 これがね、これが良かった。これ良かった。これもさ、だからあれ、あの、あのね、自分の好きなものに自信が持てない、持てなかった。あの、もうちょっと言うとなんか、オタク、オタクのように、自分の、なんかね、自分に熱中できるものがないみたいな、ニュアンスですごいもやもやしていた自分がいたんだけれど、でも、 やっと見つかったと。自分の好きなものがやっと見つかったっていうようなことを書いてらっしゃる箇所が一箇所あって、そこを読んでる時に、すごい私はもうね、もう泣いてしまったんだけど、あの、なんて言うんだろうな。本当に嘘偽れない感じで心情を述べているなって感じたのと、自分もわかるから、そのなんか、 これ本当に自分がこれ好きって言っていいのかなみたいな。そんなにハマれてんのかなとか。あの、いうところで自分の好きなもんとかに自信が持てない。100%で好きって言い切れない。みたいな。いう自分の経験とシンクロしてすごく響いた、えー、記事ではありましたね。本当に。なんか今年はあれだな。読み物系の記事でグッとくるものがちょこちょこあったかなと。と 思いますね <laughs>。いや、本当に、ざっくばらに喋っちゃいましたが、というのが2020年の個人的なビッグニュースでございました。まあ、二次創作の奴隷的な自分のメンタルに気づいて、それで、まあ、一年総括できたかなと思います。来年これ以上もなんか揺らぎ自分のなんか、あのー、 あれがあるのかなと思うんですけど、<laughs> コペルニクス的展開みたいなのがあるのかなって思うんですけど、でもこれ以上のなんか自分の発見ないだろう。自分のアイデンティティに関する発見みたいなのはもうないんじゃないかなって思ってるんですけど、はい。そんなような年でございました。では、ちょっと予定よりオーバーしてるんですが、 ここまでね、年末っぽいセクションは終了いたしまして、えー、今ね、8時16分になりましたので、ここからは後半戦です。ラジオっぽいセクション、行きたいと思います。じゃ、まずミニコーナーとして、先生、あのね、のお便り読むコーナーに行きたいと思います。はい、じゃあここからはですね、いただいたお便りを読みたいと思います。なんつうかな。えー、っと、 お手割りフォームではね、3通いただきました。ありがとうございました。で読んでいっていよ、読んでいきます。もう、カミですね。はい。え、お名前です。お名前。お名前、リクさん。あ、リクさん、ありがとうございます。えっ、ー、とね、この間一緒に野球、野球じゃない、サッカー見に行ったんですが。えー、1年間、今年1年間、お世話になりました。YouTube に複数回出させていただいて、貴重な経験ができて、すごく感謝しています。いえいえ、こちらこそありがとうございます。 久しぶりにサッカーを見に行くこともできたし、試合には負けてしまいましたが、スポーツの熱さ、それに関わる人たちの熱量も伝えられたのではないかと勝手に思っています。これからも良ければ、たくさんスポーツに触れていただけると嬉しいです。来年も何卒よろしくお願いします。良いお年をお迎えくださいということでいただきましたリクさん、ありがとうございました。いや、えっとですね、リクさんは、そう、YouTube にね、あの、ゲストの会、ゲストや、ゲスト会をやっていた時に、えー、 出して、出してない。出ていただいて、あの、お話もね、何度もさせていただいてたので、で、その時にサッカーのお話をしていただいたんですよ。リクさんの、えー、ハマっているものがサッカーなので、その、FC 岐阜っていうね、岐阜県の、あの、プロのチームがあるんですが、で、そこが今 J3 にいるので、まあ、J2 の、あの、昇格を目指して頑張っているっていうお話をしていただいてたんですが、あの、いかんせん私がサッカーも、 ゼ,ゼロ知識だったので、まずサッカーのルールをあのおさらいするところから始まって、で、まあ、お話しして楽しそうだったんで、いつかサッカーを見,見たいと。2022年のうちにどっかで一緒に行きませんかって話をしてて、で、ようやく、えー、最終節、11月末の最終節を見に行きました。ほんと惜しいところでね、負けちゃったんですけど、でもね、あの、その日にね、 あれだったわ、えー。その日が引退になってた選手が二人いまして、その引退の挨拶を一番最後に聞くことができたんですけど、初めて引退の挨拶を生で見たかもしれない。一緒に泣いちゃったもん。<laughs> えっと、船って呼ばれてた人だったかな。あの、が、ニックネームがね。 っていう方がいて、もう、大泣きしてました。男泣きしてました。途中まで我慢してたんだけど、それすごい釣られてない、あのね、熱くなっちゃいましたね。スポーツってこういうことなんだなってのはすごく感じました。なんか、試合だけじゃないというか、ちゃんと、一人の人間の物語の集合体がサッカーなんだっていうことで、僕それはね、生で見に行ってよかったなっていうのは、 感じました。あのね、これからも良ければた、たくさんスポーツに触れていただけると嬉しいって書いてあるんですけど。<laughs> これはめっちゃハードル高いな。あの、私、なんだろうね、基本的にスポーツは、あの、運動部でもなんでもなかったので、スポーツとは無縁だっていうのもあるし、いやー、自分から触れに行くっていうのはちょっとかなりのね、あれを、エネルギーを要しますが、まあまあまあ、でも、それこそさっきのさ、より好み、 し、したらもったいないじゃないけど、あの、関係ないからっていう風で、手が、手が届きそうな時に、その、チャンスを自分から手放すとかいうのはやめにしたいなと思いますね。何かの、例えばチケットが手に入ってから一緒に行かないとか、そういうのがあった時に、あ、行く行くっていう風に言えるかどうかっていうのは、その、自分のね、なんかアンテナをどれぐらい張ってるか、気、気持ちがあるかっていう話だと思うので、そういうのは、あの、 機会があったら。機会があったらとか言ったら行かなくなっちゃう感じがするから嫌なんですけど。<laughs> 行ける時に行きたい。見、見れる時に見たりしたいなとは思います。はい。リクさんありがとうございました。はい。お続き、続きまして、えー、マボさんいただきました。いつもありがとうございます。えー、レオルが2月に広島に来てくれます。イエーイ。チケットが取れたらレオルのライブに初参戦してきます。 わからないことがわからない状態です。おお、初心者にアドバイスよろしくお願いします。というふうにいただいております。マボさん、ありがとうございます。えー、この方もですね、私が、えー、と、レオルが好き、あの、シンガーソングライターレオルさんって方がいらっしゃるんですが、その方についての、ま、動画とか、あの、ラジオとかで触れたりしてるんですけれども、それをきっかけにですね、マボさんは結構レオルにハマってくださっていって、もうま、たぶ全くゼロから、あの、知ってくださったと思うんですが、で、 あの、ついに、今度のライブに、えー、行くことになった。行く、行く決意をしてくださったということで、大変嬉しく思います。あの、お、お、おこがましいですが、私きっかけで不況が成功したと考えるとね。<laughs> まあ、あれですけども、まあ、知っていただいて、実際に見たい、ライブに行きたいって思ってくださったのは、すごい嬉しいんですけれども、えー、クラブクワトロかな広島だったら、だったと思います。私行けない、 ライブなので、あの、ぜひ、行ったら、また、感想を教えていただきたいくらいなんですけども。ライブに初参戦か、わからないことがわからない状態。まあ、そうですね。あの、私も、このレオルさんのライブ、次行くんですけど、な何公演だ長野公園でね。最終日の、千秋略に行く予定なんですけれども。はい。あの、まあ、どんなセットリストで来るか、わからない。なんか、 新式ロマンっていう副題がついてまして、タイトルのね、ツアーで、えっ、ー、と、まあ、たぶん新旧みたいな、いう意味もあると思うので、結構昔の曲もやる,やるの、やるのではないかという予想が立っておりますので、ファンの間では。なので、まあ、アドバイスと言ったら、あれですけど、可能なら、昔の曲、アルバムとかも、あの、聴いていくと、良いのかなっていうところと、まあ、逆に無理せず、 なんか知ってる、あの好きな曲だけさらっていっても別に初見でもそんなに困ることはないかなと思いますね、レオルさんのライブに関しては。なんか手拍子とかもするところがあったら、あの場合によっちゃはレオルさんがこうハンドクラップ見せてくれてね、こういうふうにやってねってこう教えてくれたりもしますし、えー、あと、あれですね、前も他の方とね、ライブの感想について喋ってた時にも、 動画の中で言ったんですけど、誰も見てないからって言って <laughs>。あの、ライブ中のなんか振る舞いとかに関しても誰も見てないから、好きに、好きに感じた通りに、やりたいと思った時に何かやりたければやればいいし、何もしたくないと思えば棒立ちでも何でもいいんだよっていうことで、はい。あの、人に迷惑をかけなければ何でも良いと思います。なんか、あれですね。 持ち物とかさ <laughs>、あの、こういう風にした方が、こういう持ち物を持った方がいいよみたいなのはさ、多分、そういうライブ系の、なんかハウトゥー動画とか多分今死ぬほどあると思うんで、そういうのを見た方が私のあれよりもいいと思うんですけど。まあ、なんかあれですね、交流する気があんまりもしなければ、あの他のファンの方とね、そんななんか特に持ち物とかないと思うしね、あの、 結構あれですよ、レオルさんのファン界隈では、あのなんか、グッズのね、交換って言ったらあれですけど、自分たちで作ったオリジナルグッズを、あの、あげる、もらうみたいなのが、一部ではね、あったりするので、自分でラミネートカード作ってきたり、なんか、えー、アク、アクリルキーホルダーとか作っちゃったとか、なんかいろいろあるので、そういうのを、あの <laughs> な、なんて言うんだろうね <laughs>、もう来に行くって言ったらあれだけど、 そういう、ファン同士の交流を、あの、メインにしてる人もいるし、まあ、なんだろう、普通にどういうファンがいるんだろう、みたいなことで、あの、ちょっと、遠巻きに、見てみるのも、まあ、最初のライブだったら、あの、楽しいのかなとも思いますが、まあ、なんか見るものすべて、初めてっていうのはね、一回しかないので、その体験としては。だから、あんまりなんか、何々しようとか、こうしなきゃいけないとかいうのは、 なしで、自然体で行けば良いのではないかと思いますが、なんかもっと具体的に、本当にこれが分からないんだけどっていうのがあったら、個人的に DM してください。<laughs> あの、分かる範囲でお答えします。はい、というわけで、えー、2月の広島のライブね、楽しんできてください。で、ぜひ、もし可能であったら、あの、感想とかを、お便りとかな、なんとかでいただけると、あの、またここでご紹介できたらなと思いますので。 楽しんできてください。孫さんも良い、良いお年を。ありがとうございました。えー、続きましてのお便りがですね。えーっと、っ <laughs> はちょっと待って、笑っちゃった。えーっと、イホマさんからのお便りです。ありがとうございます。えーっとですね。イホマさん以前ね、出てくださいましたね。ゲストで。えー、最近、いろんなところでドット絵を見かけるようになりましたね。 ちなみに、カップヌードル、カッコ、チリトマトの CM のドット絵は、実はチャコ先生が書いてる。え、え、え、怖い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 絶対ないです。絶対ないですけど。チリトマトの CM ってなんだカップヌードルの。え、ドット絵の CM があるんです、ね、私最近テレビ全然見てないから知らないんですけど。私が書いてるわけないじゃないですか。それは <laughs>。やめてくださいよ。そんなプロなわけないじゃないですか。えー、そうなんですね。地上波でもドット絵の、あれが、 あるんですね。いや、最近さ、ドット絵めっちゃ見かけるようになったなって思うんですよね。それはすごく嬉しいんですけど。てかね、ドット絵のゲームがね、結構増えてきてるなっていう個人的な感想なんですけど、そういうのもあるのかなまあ、なんか、80年代とか、70年代リバイバル的なノリで、昔のなんか、チップチューンとかさ、そういうなんかピコピコサウンドとか言って、昔のゲームをオマージュしたものとかも流行っていたり、 するのかなとは思いますが。いやー、そうそう、ドット絵をね、見かけることはね、本当に増えてきたなと思いますね。なんか他にもドット絵ここで見たぜっていうのがあったら、ぜひ、あの、教えてほしい、リークしてほしいですね、ここに。ありがとうございます、イコマさん。えー、最後です。あ、4通あったね、ということは。はい、えー、お名前、おききさん。おききさん、はい。いつもありがとうございます。Twitter の方でね、絡んでくださ、くださいまして。ありがとうございます。えー、本文。はじめまして。 突然ですが、推しゲームの布教をさせていただきますいいですね。あの、唐突な推しの布教もね、お待ちしておりますって書いておいたんですが、やってくださる方がいました。その名は、あー出た第五人格、アイデンティティ、アイデンティティ5噛みました。アイデンティティ、アイデンティティ5です。2018年にリリースされてから長く愛されているゲームです。あー、そんな前なんですね。もう5年ぐらいになるのかなプレイヤーは、ハンター、 もしくは、サバイバーに分かれてプレイする非、非対称非対対戦型ゲームで、ハンターは逃げ回るサバイバーに攻撃し、脱落させることを目的に。サバイバーは、ハンターから逃げつつ、ミッションをこなし、脱出を目指す、ホラー要素のあるかくれんぼと鬼ごっこを足したようなゲームです。えー、サバイバー27人、ハンター19人と、キャラクターも豊富推しもカップリングも作り放題 ランク戦で強いプレイヤーたちとノージルを出すもよし、マルチ戦でチームを組んで気な,気な、気軽にやるもよし、1キャラクターを極めるもよし、あーなるほど。オールラウンダーになってチームに貢献するもよし、サブゲームを極めるもよし、サブゲームってなんだえー、無課金でも十分に楽しめるゲームです。先生のパッと見、好きなキャラクターはどれですかということでいただいております。おききさん、おききさん、ありがとうございます。ということでね、なんか、 えーとね、お便りの一番下に URL がくっついていて、多分これが公式のあれですかねサイトかなちょっと待ってね。あのね、アイデンティティ、第五人格って言った方がいいかな。第五人格自体はですね、あの、私、ストプリをね、一時期死ぬほど見てて、それの実況でね、見て知ったかな。ストプリさんっていう、あの、ちょっと今ね、4人になってますが、ストプリさん。 いろいろ諸事情で4人になってるんですが、はいはい、その実況をね、見てて知ってました。なんか、要は、あれですね、軽泥みたいな、泥系かどっちでもいいや、軽泥か泥系かの、えー、ゲーム版って感じですね。そうそう、ホーラー要素があるんだよな。私、怖いの嫌だからね、ちょっと見るのも結構はばからられてたんですけど、ストップリはうるさいから <laughs>、あの、かろうじて見れてたんですけど、はい、と言ってる間に今、キャラクターページに飛んでまいりました。えー、キャラクター25人いるんですね。 はいはいはい。あ、ハンターが25人ね。なるほど。えー、とね、全体的に今ちょっとが、今公式サイト見てるんですけど、全体的に画像がね、暗い。画面が暗い。怖い。えー、ちょっとキャラクター名バンバン読んでいこうかな。キャラクターのビジュアルと名前が並んでおりまして。<laughs> まず最初。復讐者。もう怖いな、ゾンビみたいな、クソデカゾンビ。えー、道化師。うわぁ、ピエロだよ、ピエロ、ピエロ。怖っ。 おジャック・ザ・リッパーのことかななるほど。いろんなオマージュが感じられますね。かわいいな、リッパー。ちょっと待ってね。えー、弾剤狩人読めんな。すごい見た目だな。あの、虎バサミが首についたクソでかい鹿みたいなキャラクターですけど。え、かわいいキャラクターいるちょっと待って、怖いよ、今のところ。次。読めん、これ。黄色に衣って書いて、王位の王皇位か。皇位の王って読むんですか なんか魔術師みたいな <coughs> すいません見た目ですねえー次芸者うわなんか着物の女の子えな何これ結ッ何て読むのこれ結ぶに魂に物結婚コン社婚これ婚って読む魂の魂だよね白ん白黒無常 <laughs> ちょ読めんって <laughs> おいおい、初見殺しの名前にも程があると皆さん。<laughs> お、初めて可愛いキャラクターが出てきた。写真家。ええー、なんか女の子。女の子っぽい見た目。え、でも腕がないあ、腕はあるわ。びっくりした。<laughs> 腕はあるよ。<laughs> ちょ、全部がホラーに見えてくる。写真家いいな。写真家可愛いな。えー、クルーに目で。狂顔<眼>。おじいちゃんみたいなキャラクター。お、これ可愛いんじゃない夢の魔女。ええー。 あえ、でもなんか怖いな。ええっと、マトカゲ、ま。魔法のトカゲで、マトカゲ。なんかトカゲの擬人化したみたいな。えなにこれかわいい。泣き虫。ミミッキュみたいな。ポケモンのミミッキュみたいな見た目で、もう斧持ってて。ちょっと怖いな。血の女王。えなにこれガードナンバー26。ロボットみたいな見た目ですね。金棒持ってる。えー。 鍵カッコついて、死と。エヴァのね、死とと同じ字です。死と。バイオリニスト。え髪の毛で、髪の毛でバイオリン弾いてる。彫刻師。かわいい女の子キャラだ。もうなんか電気椅子みたいなのに座ってるえ、怖いんだけど。アンデット。えーと。え、破れるに車輪の輪で。ハリン漁師。 漁師って名前だけど女の子だぞ。えっ、ー、と、老人漁師。はわ、あ、なんかもうちょっとなんかあれやな。ビジュアルのセンスすごいな。悪夢。悪夢って見た目だな。初期感。わなんか。えっ、ー、と、隠れるもので忍者。はい。これがハンターでしたね。ちょっとすごいな。多いな、キャラクター数、マジで。 さっきのさ、電気椅子に座ってるこの子、彫刻師と、写真家が、今のところ可愛いってかね可愛いかどうかっていうよりも、私はね、怖くないかどうかで判断してるわ。怖いキャラクターが無理だもん。え、じゃあ次ね、サバイバー見てみますね、サバイバー。あら、可愛いじゃない、庭師。え、でもさ、目がボタンだよ女の子なんだけど、目がボタン。あのさ、目がボタンのさ、キャラクターが出てくるさ、めっちゃちょ、ちょっと怖いさ、アニメーション映画ありましたよね。あれなんだっけ ボタンのなんか魔女みたいな名前のタイトル。ちょっと分かったらリンク貼っときますね。あれも怖かったな。それに似てる。えこれも目がボタンだ。弁護士。男の人のキャラクター。え、みんな目がボタンじゃん、サバイバー。怖っ。医師。医者ね。医師っていうかなんかナースさんみたいな見た目だけど。え、みんな目がボタンだ。泥棒。 あ、でもサバイバー全員可愛いな。私サバイバー全部好きかも。冒険家。あ、冒険家の、もう衣装めっちゃ好き。おじさんだからちょっと嫌だけど。<laughs> これお姉さんだったらいいな。お、なんかもうちょっと若いお兄さんでもいいけど。オフェンス。なんかちょっとムキムキ。え、ラグビーボールの選手じゃん。なんだよ。カウボーイ。ちょ、なんか世界観どういうことマジシャン。はあ、おじさんだ、また。うわ可愛い。機械技師。え、機械技師女の子なんだけど。 女の子がパーマンのコピー人形みたいなのを動かしてる。<laughs> えー、空軍。え、女の子じゃん。幸運児。幸運の児童で。幸運児。すげえ名前だな。ラッキーボーイってことか。祭りの、祭りのあれね、司祭の死で。祭祀。祭祀女の子。調香師。ああの、あれね、香水作るお仕事ね。神眼。 目が見えない人ってことかえー、傭兵。傭兵いいね。なんかあれだシーフみたいな見た目で。え、傭兵かっこいいな。踊り子。踊り子ちょっとなんかエッチな見た目ですね。セクシーですね。占い師。うわ、いいね袋を持ってる。あ、いいねいいね,いいね占い師いいね。あ、ち結構サバイバーいいぞ。読めん、これ。脳幹子収めるに、勘おけに、教師の死。うわ、いいね炭鉱者。いいね。いいね。 いいっすね、いいっすね。呪術師。え、呪術師って見た目かあ、でも呪術師っぽいか。なんか、ちょっと水晶玉的な、なんかアイテムを持ってるな。野人。<laughs> 野人、イノシシいますね。バー、バーメイド。はい。あ、バーメイドいいな。女の子いいな。一等航海士。ほう。曲芸士。ポストマン。ちょ、さっさっさっさ行こうか。 39人いるんだよ、キャラクター。えー、シュ墓の守りね、シュ囚人。囚人あーボーダー服着てるか。え昆虫学者。ああ、あれか、これ。あの、鉢よけのね、ヘルメットかぶってるんですね。画家。いいね、画家。ベレー帽かぶっちゃって。バッツマン。どういうことバッツマン。衣装いいな。衣装みんないいな。えー、玩具職人。女性ですね。 患者。めっちゃアグレッシブな患者。患者って顔じゃねえぞ。ニヤってしててさ。えー、心理学者。を女性ですね、えー。小説家。小説家なんかタキシード仮面みたいな格好してるな。怪答キットみたいな。少女。少女ってまたざっくりな。泣きピエロ。お教授。教授感ないぞ。骨董症って読む女性ですね。 結構なんか、いいね。作曲か。うわあ。今ので、ね、一周しました。いや、サバイバー全員私好きよ。デザインとして。もうハンターは全部怖すぎる。もう絵柄がね、統一されてるわ。ハンターは全体的にこうなんか、怖い。ええー、と、なんか、繊細な絵柄で、サバイバーの方は全員目がボタンで、ちょっと、んぬいぐるみチックな。 体がね、縫い目があったりしてるので、継ぎはぎしてるので、なんかぬいぐるみに心が入ったみたいな感じのキャラクターばかりですね。で、髪の毛とかも多分毛糸でできてるみたいなニュアンスが多分あるので、ぬいぐるみっぽいニュアンスですね、絶対。はい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 。いや、衣装が良かったなたまになんか世界観どうしたみたいなのもあるんですけど、<laughs> 揃ってないぞっていうのもあるんですけど、まあ、いいですね。え、ちょ、サバイバー全部いいよ。もしこのゲームをプレイするなら私サバイバーでしか無理だな。 いい、いい。女の子いっぱいあった。機械技師いいな。女の子のた機械技師と、あの男の服装だったら傭兵。ちょっとなんかシーフっぽいのいいし。あと袋を持ってる占い師もよかった。そうね、そうね。ちょっとなんかボーイッシュな女,あの女性キャラがいたらもうもっと刺さってたんですけどね。結構可愛い寄りの女の子キャラクターが多いですかね。はい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 。なるほど。っていう感じ。<laughs> 私さ、でもさ、いや、このゲームね、ほんと実況で見てる分には結構面白いんだけど、まあ、怖いからあれ,なあれだけどね。あの、うるさい実況者とかの方がやってるのを見るのは結構私好きですね。ただ自分ができるかって言ったら微妙だけどな。時間制限あるとかさ、追いかけっこするゲーム、アクションがクソ苦手なんで絶対無理なんですけど。<laughs> あでも、結構好きなキャラクターはいた。いいですね。こういうなんか、あの、このおききさんのね、メール素晴らしいのがね。 説明するというかこの紹介文だけじゃなくてちゃんと私に好きなキャラクターはどれですかって最後ね振ってくれてるところが素晴らしいしこの URL をちゃんと載せてくれてて私が選べる見ながら眺めて選ぶことができる要素をちゃんと入れてくれてるところがもう素晴らしいねあの配慮を感じますありがとうございますおききさんあの私が何かいずれね何かね実況とかをやる機会があったら <laughs> あるのかいつか知らんけど。すごい遠い未来かもしれないけど。第五人格いつかね。単発でもいられたらいいですねちょ。こんな紹介していただいたんで。ありがとうございます。こんなんでよかったんかな。<laughs> ありがとうございます。一応読ませていただきました。はい。でね、フォームに来てたのは今みたいな感じで。あともう一つね、あれを紹介したいんですよ。あれを。 ちょっと待って、どこ行ったどこ行ったええー、とね、ツイッターでね、チャコラジーの方ツ,ツイート、えー、ハッシュタグつけて <laughs>、いただいてたので、庄司さんがね、くれてたんですよ。すごい嬉しかったので読んじゃいます。<laughs> ええとね、これ、最近来たやつ。庄司さん、12月16日の、えー、引用リツイートしてくださいました。<laughs> 私のコミケのウィキペディア読むやつの、えー、投稿ツイートに対する引用リツイートで、庄司さん、ウィキペディアシリーズ何かのお供に最高なのでいろいろ続けてほしいです。普通に気になって最後まで聞いちゃいますっていうことでいただきました。ごめんなさい、めっちゃニヤニヤしてるね。で、これを読んだ時に私が、えー、最後まで聞いて、え、最後まで聞いてえ、コミ、コミケの 会のラジオって3時間あるやつだぞって思って、3時間聞いたってことっすかって言ったらさ、あの、なんか別にそれに対して、あ、3時間聞いちゃいましたっていう感じでも何でもなく、いや、普通に聞けちゃいましたよみたいなニュアンスで返信来てたのが面白かったですね。で、あの、一緒にウィキ見ながら突っ込、突っ込みながら進んでいく感じが楽しいですと。そして時々、一分の長さに切れてるチャコ先生が最高っていうふうにいただきまして。 <laughs> ありがとうございます。いやー、これはね、本当に嬉しかった。あの、私、庄司さんってあの、もう、えー、俺たちライブスマッターっていうね、ポッドキャストや,やってらっしゃる方なんです私、すごい、すごい聞いてて、すごい好きなんですけど、<laughs> その庄司さんからね、そんな風に、い、いる、ちょっと、お前、お前じゃあ、ちょっと動揺して噛んじゃってる。言っていただいたのはね、すごく、すごく嬉しかったね。<laughs> いやー、ニヤニヤでしたね。 ありがとうございます。いやー。という感じで、ちょっとお便りはね、そんなもんよ。今年もたくさん、あの、YouTube の方でもね、動画単体に対してのコメントとかもよくいただいてて、そちらにもあのコメント返させて、変えさせていただいたりしておりまして、いつもね、見ていただいてる方、少し、 あの、反応していただいている方とか、大変励みになりますので、本当にありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたしますね。で、あとはですね、えー、なんだっけ。後半で、ちょっと待って、フリートーク入るんだけど、ごめん。結構時間押してるので、ちょっと先にね、スペースの方、コメントあったらもう読んじゃいますね。Twitter スペースの方。えーとね、<laughs> あ、マボさん来てくださってみて、あり,ありがとうございます。 えー、まぼさんコメント、勝手に YouTube ライブだと思って YouTube で待機してたっていうことで、<laughs> すいません。<laughs> Twitter の方でさせていただいてます。ええー、とね。で、あとね、もう一個あれですね。今年の漢字について私が喋ってる時のコメントで、えー、私今年は戦ってないな、に対して、コロナと戦ったでしょちょっと違うってきてますけど。そうですね、コロナとね、戦ったね。あの時は本当に戦ったわ。めっちゃきつかった。だってさ、違う違う。あのね、コロナ自体と戦ったっていうよりはね、これね。<laughs> クリエイター目線で言うとさ、コロナになっちゃったから、その時さ、新しいラジオ収録ができんわけよ。で、すげえ悩んだの。あの、コロナの期間に、えっ、ー、と、もう、ラジオを完全にお休みにして、その週なしにするか、無理やり撮って中身のラ,ラ,ラジオを公開するか、すごい悩んだんだけど、結局、中身のないコロナ、コロナレポのラジオを出したわけ。 何百万戦時か分からん、あの、コロナに関するラジオを出したわ。信じらんないね。あれを決めたのも戦いですよ。あれも戦いだわ。<laughs> コロナ自体の戦いっていうよりは、コロナの期間のラジオをどうしようっていうせめぎ合い。あれが戦いでしたね。個人的には。いやー。いやー、ひどかったね。頑張りましたよ。 今ので、先生、あのね、2、スペースコメント拾いももう終えたとみなします。では、ここからはね、フリートークスペシャルということで、えー、今回のメインでございます。テーマ、トークテーマを立てまして、喋っていこうと思います。まあ、今年の、あの、総括も含めて、あのね、1年間結構 <laughs>、喋ってじゃない、思っていたことについてまとめながら、ちょっと喋ろうかなと思います。 事前に発表してみましたトークテーマが、〇〇の本会。本会というのはね、あの、クズの本会っていう作品がありまして、あれもアニメ化、と、だいぶ前にアニメ化してましたけど、本会っていうのは、まあ、願いとか、本当の願いっていう意味の熟語ですが、その〇〇の本会について喋るんですがね、その〇〇、何の本会かと申しますと、えー、今回のテーマは、 二次創作の本会。これについて喋りたいと思います。今回のテーマは二次創作の本会です、えー。私がね、先ほども申し上げました通りに、二次創作の奴隷としてのアイデンティティに目覚めたという話は、えー、散々しておりますが、二次創作の、あの、その本会ね。 これについて結構踏み込んだテーマだなと自分でも思うんですけど、ちょっと喋ろうかなと思います。えー、あ今回のちなみに、今日の、えー、スペースはですね、この公開収録は伸びても、えー、30分以内で終了したいと思いますので、ちょっと伸びると思うんですが、9時半ぐらいまでには絶対終わりますので、ご容赦くださいませ。でね、<laughs> これなんでこのテーマにしようかなと思ったのが、あの、ざっくり、 二次創作についてちょっと喋りたいって思ったのはね、この間のね、ついこの間、12月中旬上旬くらいに、あの、あれがあったんですよね。ある界隈でね、ツイッターで盛り上がってただけなんですけど、えー、あんまりはっきり言わない方がいいのかな <laughs>。取れパクされましたっていう事案があったんですよ。あの、同人をね。同人誌を取れパクされました。 っていうので,で DM で喋ってもらちが開かないのでんもう晒しますっていうことで DM のやり取りを晒してるね方が一人いらっしゃってすごいそれがオーバーズしてたんですけどでそれの一連の流れを全部読んだんですよ私もまあ野獣馬的にね読んでたんだけどまあそういうのに対するまずクソリプとして一つあるのがいやお前も二次創作してんじゃんっていう同人誌作った人に対してね それはある作品の、えー、二次創作だったんですけど、ちょっとジャンルは伏せますが、に対しての、えー、二次創作の内容をもうね、ちょっとパクったとかじゃなくて、もうほぼ完全に小回りとか、セリフもでしたよ。セリフも全部トレースされていて、でも全部パクられてるわけなんですけど、で、それを、その、パクったとみな、なされる方は、えー、認めなかったと。最後まで友人の仕業だったと言って、 その存在しなさそうな架空の友人を出してきて、その友人の存在も証明せぬままに、えー、鍵赤になっちゃったと。鍵赤に閉じこもっちゃったんですね。で、あのー、ちょっと叩かれてたっていう感じだったんですけど、まあ、別にそれについてどうこうっていうわけじゃなくてね。で、私はなんか、その、一連のあれを見てて、なんか、二次創作って何のためにあるのかなってことをすごい考えて、 出たんですよ別になんかそれ自体はさ、二次創作っていう文化自体はさ、大昔からあるわけで、それこそね、えー、コミケの回の時に読みましたけど、二次創作自体は、あれでしたよね、その手塚治虫の、あのー、なんだっけ、あの時の、同人誌が、同人誌じゃない、文芸とかの方じゃなくて、漫画とかの、その登竜門的な意味で同人誌を作ろうという動きがあったっていうところから、あの、存在していたみたいなね、記事読みましたので、 1970年代くらいにはもう絶対少なくともあったというわけで。あの、で、コミケ自体も75年でしたっけに、えー、概念として発足しているので、まあその頃から二次創作自体はあると。うん。なので、なんか、まあ今に始まったことじゃないんですけど、その最近のね、この近年の二次創作って、何、何なんだろうね <laughs> っていうところがあってさ <laughs>。で、私結構考えてるのが、 二つ種類があると思っていて、近年の二次創作の意味としてね。うんと、ちょっと分類してみたのが、一つ目が、コミュニケーションの手段としての二次創作。これは、ツイッターで多いかなって思います。なぜなら、その、えー、作者とかクリエイターと直接つながることができるツールであるからね。っていう意味で、えー、コミュニケーションの手段としての、 二次創作。まあ、いわゆるファンアートですね。わかりやすく言うと。で、こんなん書きましたって言って、タグもつけて、本人が見てくれたらいいな、オの字だな、みたいなのもあったり、あと、なんだろうな、あの、ファンアートを介して、なんかさ、うん、本人っていうかね、あれだなフ、ファン同士かな。ファン同士のつながりみたいな意味かな。コミュニケーションっていうのは。だから、 何でもいいんだけど、例えばさ、ずっと真夜中でいいのにっていう、えー、バンドがありますね。ずっとマヨのタグをつけて、なんかあるじゃないですか。例えば、ずっと迷う好きと繋がりたいとかありますよね。なんとかかんとかと繋がりたいタグとか。えー、<laughs> あのー、なんだっけ、いろんなタグがあって面白いよね。あのこの木なんの木気になる木みたいな、あれをさ、あの、ちょっともじったタグとかありますよね。気になる、 気になる気、気になる気なんだっけな気になるなんとかかんとかあります、ありませんかみたいなさ、タグとか。いろんなのあって面白いんですけど、ああいうのとかそうだと思うわ。その、タグをつけるときのツイートに、タグがって言ったりしますよね。タグの画像でタグがとか言ったりして、その画像にね、一応情報がないと目に留まりにくいじゃないですか。で、そこにファンアートを使うと。自分の書いたファンアートを使って、えー、例えば、この作品が好きですよとか、この漫画、このアーティスト、 が好きですよっていうファンアートを一個、なんか、アイコンとしてね、設定してるわけ。で、それを見つけてくれた本人ではない、作者本人ではない別のファンがそれを見たときに、あ、この人こんなファンアートを書くんだ、こんなにこの作品のことを愛しているんだっていうものとして受け取って、え距離を近づけていく。つまり、あれですね、心的な距離を近づけるための手段。 そういうコミュニケーションの手段として、二次創作っていうのが一つあるんじゃないかっていうのは思います。これは、えー、主にファンですね。ファン同士のつながりのための、えー、二次創作。だから、えー、同人誌もこっちの意味に入ってくると思うんですよ。同人誌買うのって、そのファンじゃないですか。基本的には、まあ、同人なわけですから。同じ趣味の人、ね。同じものが好きな人に向けて出してる本なわけなので、 あの、コミケとかで出してる二次創作の本っていうのは、こちらの意味でのコミュニケーション、あ、こちらの意味での二次創作なのかなってのは思いますね。コミュニケーションとしてのファンアート、えー、手段でございます。で、もう一つね、二次創作のなんか種類としてあるなって思うのが、あのね、贈り物。言葉悩んだんだけどこれ、贈り物としての 二次創作。これはね、主に相手はね、本人ですよ。作者本人に、要はなんかさ、あるじゃん。なんかライブとかでさ、プレゼントボックスとかあるじゃないですか。あそこに入れるイメージの二次創作。つまり、本人、作者本人以外が模写して書いたりして、それをご本人に、あの、いつも、例えばあなたの曲を聴いて救われていますとかいう風に添える時の、 ええと、模写作品であったり、その、その人に似せたキャラクターとかを描いたりする。そういう、時の二次創作。これ、にあたりますね。贈り物としての、えー、二次創作。ファンアート。ファンアート。んまだか二次創作かなこれも。結果的に二次創作になってるっていうニュアンスかなかメインは贈り物なんですよ。 コミュニケーションを別にしたいわけではない。もう上げっぱなし。一方的な感じ。ああ、だからこういう分け方もできますね。さっきのコミュニケーションとしての、えー、二次創作っていうのが、その、えー、双方的な、そう、ん双方向的なコミュ、としてだ、してって言うのも言えるし、その贈り物としてっていうのは一方的な、一方通行なコミュニケーション。みたいな分け方もできるかなって今思いました。なんですけど。なんか、それをさ、 分けたときに、自分はね、どっちかなって思ったんだよね <laughs>。自分、二次作の奴隷として自分が私が語ってますが、どっちかなって思ったんだけど、主によ。あの難しいな、これね。あのね、作者の規模感にもよるんですよね。えっ、ー、と、だから、コミケでオリジナル作品を、あの、オリジナル作品のなんか、グッズとか、 同人誌とかを作ってらっしゃる方に対しての、例えば二次創作を作ったとしたら、それはコミュニケーションとしての、あれなのか、贈り物として、贈り物としてなのか、どっちなんだろう、どっちも入ってくるのかなとか思って。だから三つ目の定義がはるあるのかなとか思ったりするんですよ。その、差し入れとしても機能するし、コミュニケーションとしても機能する二次創作っていう風になってくるのかなとか思うと、二次創作って一口に言ってもさ、いろんななんか、 えっと、それが手段なのか目的なのか、あるいは両方なのかによって、見方も受け取り方も全然違うな、作ってる意味も変わってくるな、とか思うなーってのはすごく思ってて。ただね、さっきあのテーマとして本会というふうにつけましたが、二次創作は、あのさ、まあ、どういう作り方をしたとしても、最終的にやっぱり、それが二次創作なのか、 え、果ては、その、トレパクって言われたり、もしくは、何ですかもっとひどい言い方をしたら、盗作と言われたりするのには、何が違うのかっていうと、それはね、コミケの理念とも、やっぱり関わってくるなっと思うんですが、あのー、平たく言うとね、愛があるか否か、リスペクトがあるか否か、だと思いますね。もう、どんな時代になったとしても、それがさ、 なんかギリギリのラインを攻めてるさ、あのカリカチュアっていうの分かりますかなんか、例えばさ、芸能人のさ、すっごい誇張した似顔絵とかあるじゃないですか。ああいうのカリカチュアって言うんですけど、もうあれもさ、あの、政治系の、あの、政治家とかのカリカチュアとか、あの、そうですね、オバマカリカチュアとか打ったら、すごい、すごいの出てきたりするんですけど。<laughs> もう人の顔じゃないだろうみたいな引き伸ばされたやつとか出てきたりするんですけど、 そこまで行くとさ、それはなんかもう皮肉なのか、あのー、もうすごいシュールで、ひ、ひ、あのシニカルで、もうひね、ひねりまくったやつなんだけど、それに愛があるか否かって言ったらまた微妙なラインじゃないですか。その、もっとなんか日本の例で言うとあの、クッキーさんみたいな。ああいうなんかさ、それどっちみたいな <laughs>。みたいなところも、あのさ、 <laughs> まあ、炎上しやすい、あれですよね。炎上しやすいっていうのは、その、それが愛があるのか否かが分かりにくいから、パッと見分かりにくいからだと思っていて。だから本当に一昔前だとね、あの、有吉とかね、有吉さんとか、あの、毒舌キャラ、毒舌キャラとかのか、あだ名つけてたんですよね、大昔は。もう最近やってないですけど、あの、本当に最近の有吉さんしか見てない方は分からないかもしれないんですが、あの、まあ、それ10、10年ぐらい前かな、とかはあだ名をがっつりやってたんですけど、 その時とかも、あの人は愛があるってわかるじゃないですか。でも、パッと見、アホなくトリップをつける人は <laughs>、わかんないんですよね。そこも汲み取らずに <laughs>、あいつあんなひどいこと言ってたぞって言って、あの、炎上、全然炎上しないんだけど、それだとね、炎上みたいにしたい人もいるわけですよね。でも、それって、なぜそうなるかっていうと、その愛があるか否かを、やっぱり、見誤るから、だと思っていて。だから、その、なんて言うんだろうね。 愛がなさそうに見せるっていう欺き方もあるし、えっ、ー、と、愛があるような欺き方もあると思うんですね。もう一個言うと。その、まあ、もっと平たく言うとね、なんか乗っかるってこと。その人気に乗っかって、愛があるように見せているが、実は自分の、なんていうのえっ、ー、と、承認欲求を満たしたいだけであるというか、あの、あわよくば。 例えばなんかその同人誌出して、その二次創作作家としての、え、成形を立てたいとか、そういう、え、ちょっと愛と、愛とはまた違う次元のなんか、え、目的とかがあって、そっちが本当はメインなんだけど、愛という、なんか、あの、隠れみので、それを隠してる。みたいな場合は、やっぱ気づかれにくい。ですよね。それがさっきさ、あの、盗作のあ、トレパクか。トレパクの、 あれ出したんですけど、その人は、私としてはよ、あの、そのパクった人ね、パクった人は、その、もちろん原作の方もだし、えー、同人誌を書いた作者さんに対しても、その愛の隠れみのを着てただけだなって思うんですね。実際にその、えー、まあ同人誌書いたりっていうのは、まあほんとグレーゾーンなことだと思うんですけど、にしてもね、なんか作った人とか、原作者に対してのその、ちゃんとあれがあったら、 うん、そういうのは多分できないと思うし、まあ、もしそうしちゃったとしたら、いけないことをしちゃったとしたら、謝ればいいだけの話じゃないですか。結構ね、優しかったんですよ。そのトレパクの時の対応の、えー、同人誌を作った作者さんも、だいぶ論理的に話を詰めていって、でも丁寧にね、あの、対応しててね。もう一度聞きますが、私の作品を模写したの、模写をしていませんか 違いますか今、認めるなら今ですよっていうターンをね、何回も作ってたんだけど、その、相手の人はね、もう断固として友人がやりましたっていう風でね、それはね、そうかーって思ったんだけどね。だから結構、心に来るだろうなーって思ったんですが、その、同人誌のね、あの、作者さんとかは。かなり心を痛めたと思うんですけれども、うん。<laughs> みたいな話をね、思った。<laughs> だから何が言いたいかっていうと、やっぱ作るときにさ、その、まあ、コミュニケーションとして作るんだとしたら、その、ファンの方が見てどう感じるか。まあまあいろいろあるけど、めんどくさいけど、ね、なん地雷がどうのこうのとかさ、あの、めんどくさいんだけど、あの何、何住み分けをね、しなきゃいけないとかさ、めんどくさい文化はあるんですけど、あの、とか、まあ、贈り物としてやるにしても、本当にそれは作者が喜ぶ、 テイストで送っているか,とかあのちょっとオリジナルの要素を足すとしたらそれはなんか本家を踏みにじっていることにならないのかとかいうのを本当に考えて送らなきゃいけないと思うしまあでも割とさ近年はさそういうのツイッターもあるからより送りやすくなってるしそういうのがね来る割合も多いと思うんで作者の。 あの、な、何か一時捜索をしてる方とかも、そういうのが来る機会は多いと思うんです。受け取る機会は多いと思うんで、寛容になっているように見える <laughs> あの、のはあると思うんですけど、でも、それって、まあ、そこでさ、こんなの送らないでくださいよって言いにくいじゃないですか、そんなもん、ツイッター上とかでさ。そういう本音があるかもしれないなっていう、もしかしたらご迷惑になるかもしれないなっていうところを、どれぐらい、 押し量って、どれぐらい想像して、送信とか、投稿っていうのを押すかってさ、本当にこの、二次創作する側にしかさ、決められないじゃん、それは。二次創作されちゃう方はさ、受け取るしかない、される。常に受け身でしかないわけだから、どういう刺し、どういう刺され方をするかはからないわけでしょだから、より、こちら側の、 なんて言うんですか <laughs> リテラシーが求められているなっていうね <laughs>。二次創作リテラシーが求められてるわけですよ <laughs>。いや、もうそう思うとね、なんか簡単にね、二次創作の奴隷とか私言ってますけど、そんななんかさ、全然万能の武器じゃないぞっていうか、あの、振りかざしちゃいかんぞってのは、すごい今、今しめとして喋ってる部分ではあるんですけど。だから、二次創作、 するのは別にいいんだけど、その何て言うの趣旨を間違えたり、えー、何どこをどう主役にするのかそのなんか自我をどれぐらい出すかの、出すのかみたいな問題もあると思うんで、そこはすごく、うん、常に考えなきゃいけないと思うし、それを好きな人とか、その周りにいらっしゃる界隈の方とかがどういうふうな、えー 受け取り方をするのかも考えなきゃいけないと思うし、けどさ、けどさ、でもそこの文化は私は、なん、なんて言うんだろうね、こう、狭く狭くしてたらもったいないと思うんで、消滅してっちゃうのも,もったいないからね、そのジャンルとかとして。だから、そう知らない方々にやっぱ魅力は伝えたいと思うわけよ。なんか翻訳みたいなことを多分私はしたいなと思うのね。その知らない方と、そのな、中にいらっしゃる、すでにファンの方と、まだファンじゃない方。 みたいなのを繋ぐ役割を多分私はしたいんだと思うわけね。っていう意味で、どちらも傷つかない。誰も傷つけないけど面白いよねっていうところを、あの、オリジナリティも入れながら、いい塩梅で作っていきたいなとは思っております。<laughs> これ閉まったんじゃない今ので <laughs>。締めになったんじゃない <laughs> だいぶいいんじゃないですか今の締め方。一 <laughs> 個落ちたでしょお話が。ちょ、最後に。 なんかお、ま、おまけって言ったら失礼ですけど。もう一つね、あの、今年ちょっと、あのね、つ,つい最近なんですけど、ちつカツ入れられたなってことがあって、一個お話ししておきたいんですけど。あのね、覚悟が決まっとるわって思った人。これね、もう、あのー、私が、ドット絵をねちょ、今日ドット絵の話してないな、そういえば。ドット絵の話さ、最後するわ、するわって言ってしてねえわ。あの、<laughs> 最近ね、あの、なんだっけ、いいねしてくれた人のアイコンを、 ドッカ化するっていう、アイコンドット化の企画をずっとやってて、個人的に。で、なんか、元ついにいいねしてくれた人のアイコンね、ツイッターの丸アイコンをドットやにするっていうのをやってて、その中の一人でね、えっ、ー、とね、ひなみさわくるみさんっていう VTuber の方がいらして。で、えっ、ー、と、まあ、その方をくるみさんのことを好きな、ね、他の方がね、その人の不況をいっぱいしてくれてたんですけど、 ね、そのね過去追いのね中にねすごいすごいなっていうことが、ね、あったのこの人ねかっこいいわって思った覚悟が決まってて覚悟っていうかね私 VTuber を全然知らなかったなってその時もねツイートしたんだけどいやあね VTuber って皆さん知ってます私はきっと100倍知ってるんだろうなあの VTuber さんってさなめてだわ 舐め腐ってた、本当に。知らないところで舐めてたの。ちょっと今ね、ツイート探してるんですけど、あった。読んでいいひなみさわくるみさんの、も、あの、元のツイートね。VTuber で生計を立てられる、立てられるようになった。とツイートしたら、いろいろな VTuber の方がフォローしてくださったけれど、私はかなり特殊で、この程度のフォロワーチャンネル登録者数だ,登録者数だと、普通は無理ですが、ただ、個人的なやり方を置いておきますわね。 って言って。Vtuber としての、なんか、かったるポジションをね、獲得するまでの、なんか、ご自身のポリシーみたいなことを書いてくださっかか書いておられて。これがね、何個あるかな。7つあるの。7つ。まあ、でね、すごいなって思ったのがさ、この Vtuber の方はさ、要は、えっ、ー、と、二次創作される側ですよね。される側。だから、う、本来受け取り手、 側なんだけど、なんて言うんだろうね。あの、こういう受け取り方もあるんやな。っていうか、うーんーとね、プロは受け取り方もちゃんと考えてるんやなって思ったんだけどね。これほんと特殊。すごいね、きっぱりしてるね。で、これをね、あの、公開してるのがすごい。えー、最押し市場主義って書いてあって。 自分を採用ししてる人を優先する。もうそれ明確に書いてある。<laughs> すごい。あと、課金税に手厚く。こびなくてもいいから感謝は言葉に、行動に示そうっていうのも書いてある。すごいですよね、これ。こびなくてもいいっていうのがポイントですよね。えーとね、あとね、どこ行ったかな。あと、これすごい、ね、ファンの主者選別をする。<laughs> でね。 無料でできる応援、リツイートすらしない、リプだけ送る、えー、服押しを潔く切るって書いてあって、<laughs> すごいなと思ってさ。いや、で、これね、私さ、これがさっき言ってたさ、その、愛の、えー、隠れ身のを、あの、剥がす、えー、選別の仕方だと思ったんですよ。その、本当に好きだって思ったら、リツイートとかするし、その、無料でできる応援ね、するなってのは確かにその通りだって思うし、なんか、 うーんこの人本当にその作品が好きみたいなのを、こう、見極めるための、えー、手段を、ちゃんと受け取り手側が設定してるんだっていうのがあって、あのー、で、こういうのを見たときに私は、そのに、二次創作する側として、それは別にくるみさんに対してとか、あのだけとかそういう話を言ってるんじゃなくて、その、すべてのものに対してね。 時に、あの、聞き手にはバレるぞと思って。本当に好きかどうか。だから、あの、ある意味さ、もう潔く言った方がいいと思うの。あの、好きじゃないとか、別に、ね、好きじゃないこと自体は別に悪いことじゃないと思うのよ。だって好みの問題だから。あの、<laughs> いい悪いで語ったら良くないと思うんですけど、自分には刺さらないけど、あの、これ、これこうこう,こういうところが良かったとかすごかったっていうのは言えばいいと思うわけ。それをなんか隠して、 いや、なんかこれフォロワーさんに教えてもらったけど、もらったんだけどさ、これ本当にそうくてさ、もう私に、ね、はめちゃくちゃ刺さったとかさ、嘘なら言うなよって話だ,だなって思ったし、それ言ったらバレるなって思ったの。こういうくるみさんみたいな、その受け取り方をあの明確に決めてらっしゃる方がもういるんだなっていうのを目の当たりにしてさ、こんなことさ、こんな何、何これで食ってる方がいらっしゃるわけだから、そりゃあなんかさ、中途半端なことをしたらさ、バレるなって。 思ったんす。だから今後さ、自分のラジオとか作っていくときに関してもね、その、本当に好きならそれで喋ればいいし、で、一部自分の好みに合わないんであれば、それは明確にあの言っていけばいいと思う。隠さないで。ここは刺さらなかった。でも絶対こういう人には刺さるっていうふうに、そういうふうに情報を提供すればいいだけの話であって、あの、なんだろうね、好きである以外、 の愛の伝え方じゃないけどさ、リスペクトがあればあ、別に好きだけで語らなくても語れると思うわけ。それはさっきのどっかでも言ったね、どこで言ったっけああ、あの、来年の抱負のところで言いましたね。あの、ネガティブな、一見ネガティブな評価も交えながら、えー、評価できるかみたいなところですね。それを、あの、もうフォロワーさんもわかるから。わかる。そのリスナーさんもわかるから。 あ、こいつ、本当に愛して言ってんだな、とか。あ、こいつ、あ嘘で言ってんな、とか。<laughs> 案件かみたいな。<laughs> バレちゃうぞ、っていうことで <laughs>。怖い怖い怖いと思ったんで <laughs>。いやー、そういう意味でね、すごいなんか、ビンタされた気持ちだったんですよ。この、くるみさんの <laughs>、ツイートを教えていただいたときね。<laughs> これなんか自分に言われてるみたいだな、と思って。だから、なんか、まあ、来年はね、ちょっとま、エンディングトークに入っていくんですけど、 あのー、自分の気持ちにさ、正直に、素直に、本当に素直に作品作って、あ作、作品じゃないわ。素直に番組作っていきたいと思うわ。あの、好きじゃないものは、無理に好きって言わないし、ただ好きじゃなくても、好きじゃない、好きじゃないっていうか、なんてうの。好き以外の部分でも評価できるところとか、押せるっていう部分があるんだったら、そこをどうにか言語化する。 で、新しい切り口を作って、えっ、ー、と、リスナーさんにね、紹介していったり、喋れればいいと思うし、あと、もっと言うとね、あの、これ結構、楽しみにしていることなんですけど、あの、100回超えてから、が、あの、自分の本音が出るっていうか、なんかね、もうや、やっと、やっと本題、やっと本題っていうかね、なんかやっと、何、一人前じゃないですけどね、なるかなと思ってて、 今、チャコラジ何回目 ?70 回とか ?70 回ちょっと行ったかなぐらいなんですけど、私まだね、チャコラジ始まった気持ちには全然なってないの、正直。私はまだ自分のやりたいことの <laughs> 1%パーもやれてないから <laughs>。あのー、このもアド、アドベントカレンダーの時に、ドットやア,アドベントカレンダーの時にも少し言ったんですが、あのね、レゴ、レゴで例えるとね、やっぱレゴの,あの土台あるでしょ 土台の、なんかもうほんと、基礎の基礎。コンクリの、コンクリのなんか家建てるよみたいな、あそこの、この場所、で、この敷地に建てるよみたいなのをやっと今決めたところっていうニュアンス。だから、家一軒も建ってないし、学校で例えると、だからもうその <laughs>、何にも建てない。校舎も建ってない、下手したら。校舎がここに建ちますよぐらいは、建ってる、わかってるかもしれないけど、何にもないね、今。でも今、土台をちょっとずつ作ってるわけ。その、 ね、4つ部活立てたあ5つ目か5つ部活立てたけど本当にやりたいことはまだ始まったばかりっていうニュアンスですのであのー、なんだろうね100回超えてからからが本番かなって思っていてあのね私の好きなポッドキャストでね「陰陽」っていうポッドキャストあるんですよ「陰陽」「びっくりマーク」平仮名でね「陰陽びっくりマークひらがなでね陰陽びっくりマークオリーの陰さんと陽さんがやってらっしゃる。 チャンネルなんですけど、そこでね、そのすごい初期のラジオでね、ラジオはね、100回超えてからだよ、みたいな話をしてたんです。100回超えてきたら、普通は、あの、ネタがなくなってくるんですね、多分。だからそこで、やっと、ネタが切れた頃に何を喋るかっていうので、その、パーソナリティの本質が出る。あの、長身には、ボロが出るみたいなね。あの、本当に魅力があるかどうかが、そ、そこら辺から分かってくるっていうニュアンスでおっしゃってたんですけども、私もそうだと思う。ただ私はね、あの、 全然ネタはなくならない。もうね、ネタは無限にある、マジで。早く出したい。もうさ、もう来年のスケジュールほぼ決まったんですよ。上半期はもうほぼ決まった。な何出すか。で、もうね、あえっ、ー、と、来年の春はもう埋まっちゃったから、でもこれ春に出したいネタだから、えっ、ー、と、再来年にするかって言って、2024年に出すネタももう決まってるぐらいなんですよ。っていうぐらい、もうね、 ネタは無限にあるから、私は100回超えてからが本番っていうのは、もう本当にそうだと思うし、むしろ100回超えてからの私を見ろって思ってる。から、全然まだ今序の口ですよ。こんななんか頭おかしいでしょうとかさっきさあの、自分で表彰式したけどさ、全然頭おかしいに入ってないよ。も、もっともっとこじれたことやりたいし、もっと、なんていうのあのー、今、文脈を作ってる最中ですから、このラジオのね。 ああ昔にもこういうこと言ったけどさ、実はあれが伏線になっててさ、っていうラジオをいっぱいしたいわけ。私、伏線をいっぱいして、いっぱい回収するラジオがめちゃくちゃ面白いと思ってるから。<laughs> これ昔のポケモンのさ、あの時に言ったんだけどさ、これってこの回にも関連してくるんですよって言ったら、うォーってなるじゃないですか。それをやりたいんですよ。なので、えっ、ー、と、本当に今聞いてくださ,ださってる子さん、子さんですよ。私にとっては子さんの皆様は、もう本当に今、 大変私のやってることが理解できなかったり、あるいはもう振り回されて、今にも振り落とされそうだと思うんですけど、まだまだ序の口ですんで、これから先100回、200回超えていく中で、どういうふうに私がおかしくなっていくのか、あの、常識から逸脱していくのかっていうね、あの、 楽しみに。まあ、この番組はね、育成シミュレーション番組って歌ってますから、私がどういうふうに育っていくのかっていうのをね、あの、ぜひ観察しながら、あの、一緒にお楽しみいただけたらなと思いますので、はい。それが始まったばかり、まだ2022年、今年から始まったのでね、チャコラジー、えー、来年、2年目に入りますが、はい。今後とも、えー、末長くお付き合いいただけたらなと思いますし、はい。全部聞けとは全く思ってないので、なんか気、気になるな、 ちょっと聞いてやろうかなっていう時だけあのお付き合いいただけたらもう大変もう十分でございますので <laughs> あの皆さんも無理のない程度で今後ともお付き合いいただけたらと思います私も無理のない範囲でいろいろやりたいと思いますはい嘘偽りなくあの楽しんでやっていきたいと思いますチャクラジ来年もよろしくお願いいたしますはいそれではですね、えー、9時20分になりましたこのラジオ30分までに絶対終わるって言ってありますのでもう終わりたいと思います <laughs> 怖い怖い怖い。もうこれ以上やったらね。大変なことになるんで。<laughs> はい。ありがとうございます。あ、最後に孫さん。もう一回、あの、スペースちょっと拾っておきますね。コメント。いただいてますんで。21分。ん ?21 時15分付近から。まあ、なんでも基礎。かっこ土台が大事って言いますしね。砂上の楼画じゃダメですもんね。いや、もう本当にその通りでございます。もう最高の締めを。ありがとうございます。はい。というわけで、えっ、ー、と、その通りです。作上の漏角にならないように。 ちゃんとね、ちゃんとした基盤の上に、楽しく、あのー、コンテンツ作っていきたいなと思っておりますので、はい。<laughs> よろしくお願いします <laughs>。いいのかこの締めで。<laughs> いいんじゃないかでも今日ね、頑張ったよね。あの、フィラーあんまり言わないように気をつけたんだけど、どうかな後で編集したらめちゃくちゃえっとーとか言ってそうなんですけど、ちょっと、後で一人で反省会します。それでは、本日のラジオは、えー、12月30日に上がりますので、また、 あの、なんだろう、途中から参加とか、あの方でしたら、参加したとかいう方でしたら、またその日に改めてお聞きいただければと思いますが、はい、ありがとうございました。では、年内の更新はラストで、次回、1月6日、金曜日に、ウィキペディアシリーズの第6弾から突然始まりますので、よろしくお願いいたします。それでは本年もありがとうございました。皆さん、良いお年を、 失礼いたします。バイバーイ。チャコラジでは皆さんからのお意見、ご感想、ツッコミ、無茶ぶりなどを募集しています。ハッシュタグは、ひらがなでチャコ、カタカナでラジ、チャコラジで、ね、ツイートしてくださいね。